タマちゃん絶対抱けたでしょ。なんで抱かない。ここにタマちゃん抱くわけないじゃん。どうぞ。つい逃げる逃げる。いけられん。あれでもいけるか。これでもいけるか。いけるように見えるけど全然いけない。もうじゃあ見ただけな感じ。あれ俺見たらなんか首元とかキスされてる。癖だったな、ここから。はい、ワトツお疲れっす。ごめん、なんかね、電波が安定しなくてね、枠切れちゃったんだ。申し訳ない。あ、店の中で店の中で、さっき、なんか、ちょっとふわっちが重いのかもしれないですね。画質よくやりすぎなんじゃない？いや、そこはあんま関係ないですよ。普段使えてるんで。多分、ふわっちのサーバーの問題ですね。グムさん、完全になんかさ、はい、グアムかなんか旅行してるよ、みたいな。なんかね、セレブ感があるんだよね、ドルさん。マジで金持ってないとか言ってた時、絶対嘘だよとか思って。第二の千円ですよ。マジっすか。やっぱ何を着るかじゃなくて誰が着るかなんですよ。ワゴンセール。ねえ、おしゃれだよね。軽いから今行けそうな気がする。スタイルがいいからね。何着ても似合うんだ。あれまたコメント止まったまた。見えてる。ちょっとさコメント止まってるかさ、なんか調子悪いからさコメントあの定期的になんかパッパパッパくれると嬉しい。ありがとう。ニアワドツ。モンちゃんに送った。なんかコメント調子悪いんだよな。オッケー。ありがとう。レクシーいらっしゃい。見えてる。新宿流れる感じなんですか。うん。なんか滑ってくる。みんな。え、何？え、金梅さん。え？便所以外全員。乗ります？里見もね、後ろ。いいやつなんだよ。了解です。え、そう。米が少ないだけ。道島の犬いらっしゃい。バーターさんこんばんは。一時間歩いた。え？オッケーオッケー。バーってコメント出るの。待っていいんだから。合流で。合流するんだ。さあ、分かってます。新宿でじゃあ、また。歌舞伎ら辺ですか？どの辺ですか？歌舞伎町、キャスバーでしょ。キャスバーで。うん。テレお疲れ。うん。また後。え？集合写真？集合写真。情熱ホルモンの前でその。ああ、いいっすね。せっかくだから。うん。電波くるくる？なかなかね、こうやって集まるときないからね。来てよかったわ。お姉ちゃんのメディアの写真。忙しい、忙しいよ。忙しい。その辺の写真。まあ大丈夫。この集合してないか、集合しよう、集合。あ、あざーす。おい、あざーす。ありがとうございます。あ、そっといいっす。はい、1枚だけ。ありがとうございます。お願いします。お願いします。
あ、1枚でいいっすよ。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。じゃあね、お疲れ様です。便所さん、じゃあのお疲れ様でした。5時5時5時名古屋、名古屋5時。あ、そうだね、ドルさんリスワン取らせよう。いやいやいや、いいの、もうもうこの時間めんどくさいねえ、めんどくさいって。その時じゃなくて、普通に自分の企画んとみんなに撮らせてもらったってさ。え、でもみんなそんな感じっすよ。ずんぐりずんぐり。単独でやりたい。単独でやりたいの。でもドルさんもリスワンとかじゃなくてマンスリーで普通に稼いでっかんな。むしろそっちの方がすごいかも。まあ、今月だけだよ、ほんとに。いやー、どうだろう。まあそうっすね。一回目は反動で。いや、ケンちゃんの時もそうだった。はい。あ、反動食らった方がいいっすよ。あの、配信者が強くなるんで。食らって、はい、からの、なんぼなん。はい。僕なんか、して。うん。一回思いっきり飾った方がいいっす。うん、心折れるぐらい。これこれから、はい。1年間ずっとうなだ。うな、うな、うな、うな。うな、うなキャンペーン。毎月大阪行くから。ブブゼラとモラガイ持ってずっと大阪だ、はい、毎月毎月毎月。それ面白いじゃないですか。もう閲覧とか関係ない、ポイントとか、はい、ずっととにかく、はい、それはいいと思いますね。またぜみんなおはよう、おはようっていうかこんにちは、楽しんでってね。ほど、地回りめっちゃ見てるね、やっぱね。え、地回りってなんですか。ヤクザヤクザ。え、見てました。何やってんだろう。ああ、まあ何も言わせないけどね。まあそうっすね。でもなんか結構ヤクザの人そんな配信にやからないっすよ。なんか結構警戒して、なんかトラブルあったらそいつらのせいになる、地回りのせいになるから。ああ、なるほどなるほど。でも、そっから先はやめた方がいいよと、結構旅先で教えてくれるんですよ。うん、そうそう、だから。ダメダメとか。トラブルを避けたいだけだから。ああ、そういうことなんですね。だってそいつらが面倒よ。俺たちじゃなくて。なるほど。あ、島で暴れんなってことっすね。ガミされてた。全然気づかなかった。どっち、大通りどっちだろう。どこなんですかね。タクシー今通るんじゃないですか。向こうじゃないですか、多分。なんか、栄えてる。歌舞伎こっちのさ、北口の方って中国人ばっかな、はい、ああ、そうなんですね。危ないっすね。いや、危なくない、危なくないっすか。危なくないけど、もう中国人ばっかり。もう占拠されてる、マンションとかももう中国人買われまくってる、はい、カラオケとかも中国人用のカラオケとか、ね、ああ、まあ、そこだってほら、本当だ、そうっすね。はいはいはい。お疲れっす。今から二次会行くよ。流れるよ。ごめんね、さっきコメント全然読めなくて。なんかアイテムもたくさんありがとう。多分コントだよね。おかげで美味しく食事ができたよ。前はいろいろ気遣ってくれたから。え？おお。です。しょうがない、もう。え？知恵遅れみたいなばっかなの。え、何がですか？え？もう新やっちゃったから。あ、いやいやいや、何もやんないから。全然全然。全然全然。うん。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてね。コメントありがとう。和道です。どうも、こんにちは。野鳥大丈夫じゃないの？何野鳥大丈夫って何かあった？違うんだよ。さっきのコメント全然俺読めてなかったから流れがよくわかんないんだよ。特に何もなかった。何もないですよね、別に。うん。初見さんいらっしゃい。コメントありがとう。もしよかったらフォローしてください。コメントありがとう。ドレさんも行くよ。珍しい。そう、俺ドレさんいつも帰るっていうイメージだったから、おー、あと一緒に行こうぜって言ったから、え、珍しいと思って。キャスバーだってね。はいはいはい。夜普通に配信するから。うん、そう、ドレさんがね、こうやって結構絡めんの貴重レアの。え、前回も言ってたよ。うん、そうでもないんだ実は。いや、でも結構レア感ありますよ。こっち？わかんないし。ラブこっち。こっちですか。こっち側から。え、珍しいよね。おい、ワドツー、アイコバンのコメント、花火ありがとう。花火、あ、花火ありがとう。車線反対だと難しいかもしれないですね、ごめんの。
あ、ゴンタありがとうね。さっきゴンタでしょ、アイテムくれまくったの。ごめんね、コメント見えてなかったんだ、フリーズしちゃってさ。ありがとうね、花火ありがとうね、特命さんも。アイコはちょっともったいなさすぎるよね。アイコはもったいない。コメント流れちゃう。リンゴいらっしゃい。さっきコメント、リンゴ見に行ってたよ、俺。うん。花イケメンこんばんは。ドルさんかっこいいよ。なんか、勝俣邦弘みたいな。うん。おります?はい。ゴンタありがとうね。まあ、わけえよな。正式名称なんていうの?キャスバーです。キャスバーっていうよりも、あそこ車入れないんで、歌舞伎町って言えばいいんですよ。歌舞伎町のドン・キホーテ。こちら前って。歌舞伎町いいっすか?うん。お邪魔しまーす。いろんなコードが。そうなんですよ。お願いします。よいしょ。あ、もうお任せします。すいません、空調を入れていただいてもいいですか。寒くなっちゃうかもしれないです。すいません。そうそう、キャスバー行こうと思ってて。フォローありがとう。あ、レベル50から無料なんだよな、ね、2時間。僕多分最近無料にしてもらってますね。ワドは、その、はい、知名度があるからいい。多分そうだと思いますね。最初の頃ずっと払ってたんですけど。基本は、まあ、キャスですよね。50以上なんで。はい。だからなんかさ、そうしないとみんな来ちゃうから。まあそうっすよね。あそこただでさえ安いのにさ、うん、商売になんないじゃん。なんないですよね。フォローありがとう。キャスバーっすよ、うん、最近でもね、みんなのおかげでだんだん、はい、人が来るようになったね。そこキャスバーっすか、うん、結構来てますよ。窓の時も後ろで、はい、どこの別のキャス主、いや、あれなんかキャス主で3位ぐらいでしたよ、なんか、ふわっとしてマンスリー2位とかの子じゃないですか。あ、マー君、僕、マー君じゃなくてユウ君。あ、なんか僕知らないんですけど、あ、すげえ煽られてて、ワドなんて知らねえよとか、なんか女の子この人有名だよとか言っても、俺より有名なのかよとか言って喧嘩打ってきてるんですよ。言っちゃえよ、やっちゃえばって。まあ、でも相手に名前、正直、閲覧あっても知らないんで。うん。いや、絡んできたらやっちまおうと思ったんですけど、うん、すげえうぜえやつだなと思って。なんつったっけな。なんか酔っ払って調子乗ってた。ああ、もう完全に喧嘩打ってましたね。でもリスナーさんの前だったんですげえ嫌だったんですよ。なんか空気変になってたね、最後ね。うん。これ飲んだら帰りますとかっつって。はい。ずっとなんか喧嘩売ってきてて。なんかキャスで1000人ぐらい集めてる、なんかイケボカテゴリーだから、イケメンカテゴリーの子。だからホストっぽい人でしょ。多分。すげえ嫌な感じでしたね。いくつぐらい?20代前半、前半だとも中盤前半ぐらいですね。やだよね、そういうのね。
肉美味しかったよ。美味しかったね。うまかったっすね。遠藤さん太っ腹でおごってくれた。安くないんでしょ、これ一人。一人飲み放焼肉で、だって多分3万以上かかりますよね。4000、まあちょい、4500円ぐらい、うん。うん。で、8人分予約してたから、多分3、4万かかってると思う。遠藤さん太っ腹なんだよね。てか、なんかそういう、なんかイベントごととか、なんか仲間大事にする、すごい。こういう。だから人集まるんだと思う、捨て頃とか。ファリーいらっしゃい。他の方も来るっていうか、まあキャスバーに行くかどうかわかんないよ。とりあえず歌舞伎集合で歌舞伎に流れようっていう、いつもの流れ。新八丁、ヒカルくん、金梅さん。で、テルは帰るのかな。まあ、まあ、帰るっつってもちょっとは来んない。いや、キャスバー、テル大嫌いですよ。あ、そうなの、あいつ飲めないし、はい、今日。はい。来ない。そうっすね。行かないって言ってました。いや、キャスバーだから来ないんじゃん。なんか用事あるの。用事っつうか、早く帰りたいっす。ああ。ヒカルはもう覚悟してきてるし、ケンちゃんと一緒だ。そうっすね、朝までコースですね。朝までコース。僕も明日あるんで、多分12時には帰ると思います、サクッと。あ、多分ドレさんと同じタイミングで。そんな感じ。はい。来るメンバーは俺とドレさんと金梅さん、ヒカルくん、深夜でしょかな、うん、5人。荒野と、あ、荒野か。あ、向こうに荒野と、はい、エビゾーと。あ、海老蔵いいんですか。ああ、いいっすね、いいっすね。あいつらぶち壊しに行こうって。うん。おままアメリンコ。うん。ポンスケもなんか素直じゃない。なんかもう、ノリさんがいないから行かないとかさ。もじもじ言ってない。来ればよかったらね。なんか、行ってもしょうがねえよとかさ。ああ。うん。こうや、帰ったの？帰ったの？珍しいね。帰ったって。ああ、ポンスケにいじめられて、嫌になっちゃった。かわいそう。うん、これ帰ったんだ。うん、いや、揉めなきゃいいけどって、なんか揉める要素あんの？ないよ。ないっすよね。俺がいるし、今日。うん。レノさん帰るって。うん、ポンスケとバチバチ？うん。エビゾーは寝てる可能性が高い。うん。いや、起こすでしょ、言ったら。うん。普通に。いや、俺今セックスの話タクシーでできないよ。2時間かかるって俺のセックスの話は。そんな俺安くないから、やめて。レベル高いんだよ、すごい。本当に女の子からすごい支持を得てるんだから、俺のハウトゥー放送は。なんか猫がポンポンとかよくわかんない話は違うんだよ。また通訳がどんどんやっちゃのこと血遅れて言ってたドレガとかポンプが入ってるんですね。ポンプが、うん、今たった今俺が、うん、ね、ポンスケ素直じゃねえってドレガ言ってたポンプ早えな、お前ら。チェックしてんの？二元中継やってる。二元中継やってんだ、うん、ポンプ入ってんだ。あ、もうついてんだ。あ、ちょ、放送中なんだからさ、音ダメなの、もう。ちょっと、やっちょたちもうついてんじゃん。え、嘘？早っ。もうやっちょの声が入ってた。え、違う人ですよ、絶対。あ、違うやん。うん、ポンスケが見てんだ。うん。うん、ああ、そういうことか。音声ミラーしながら喋ってる。はいはいはい。いや、なんも来んないでしょ、だって今日。怒りようがないでしょ。まあ怒ったら怒ったで面白いんですけどね。いや、アイコとか来ない限りは何もないよ。ああ。アイコバンだし、だから落ちせない、来ても。ヒカル君結構飲んだら結構神回起こすタイプなんで。うん。おい、ホテル帰って寝ちゃったんだ。本当だ。いじめられて。かわいそう。なんか、荒野が可愛いっていう最近のなんか風潮嫌なんだよな、俺。なんか、女の子が荒野くん可愛い、荒野くん可愛いってツイートに書いてあるために、なんか、ウーパールーパーみたいだろって。本当に可愛いと思ってんのかよって。なんか、あれみたい、サラリーマンみたいだな。鼻筋です。鼻筋で、短いとか。てか、マジで、ほんと生活変わりました。ふわっち来てから。全然閉まって見えんのよ。カメラ越しで見ると見つけますみたいな。
ほ、あ、まあ、僕はほっぺた、膨らみやすいんで、もともと。リアルで見ると、全然リバウンドしてないのに。うん、あ、してますよ。してみると、はい。してますね。してます、してます、リバウンド。でも、そろそろまた走り始めようかなと思って。こうやは何も言えず、まあ、ちょっとかわいそうだな。うん、まあ、見てないから何とも言えないけど。でもいいんだよ、ぼちぼち金ちゃんだよりとか光るだよりじゃなくて、そうっすね、自分でバチバチやりゃいいんだよ。そうっすね。普段偉そうなこと言ってんだから。まあ、確かに。うん。アブホデフテね。まあ、ねえ、こうやは喧嘩強いわけじゃないしさ、自分であれだから。でもね、喧嘩弱くていいんだよ。口強くなった方がいいよ、あいつ。気持ちは強いし、ハート強いんだから、もう殴られる覚悟でバンバン折ればいいんだよ。配線を。また女の子から LINE 来た。自慢まあ、違います。自慢じゃないです。自慢いや、違う、事実です。一人ごと。やめてください、そういう、ひがみ。ひがみやめてください。事実です、僕が言ったのは。自慢ではありません。さりげなく。またかよーって。いや、実際来るんですもん。来ねえよ。僕はもう問い合わせ。だって、捨て頃終わってから女の子から、うん、多分 LINE 登録だけで100人超えてて、うん、でも付き合いたいとか10人ぐらい来てますよ。全く来ねえ。一切ない。まあ、猫ポンポンとかわけのわかんないこと言ってるからさ。一切ない。問い合わせすらない。うんうん、た初刊通り、はい。初刊通り。あ、初刊通りですか。ゴジラのドンキホーテ、歌舞伎町のドンキホーテの前って、あ、こっちか。あ、こっちでもいいっすよ。じゃそこの、そこのドンキで。ぐるっとあ、じゃあ回ってください。回ってもらう。西武新宿のから。あ、じゃあお願いします。はい、東方シネマってゴジラのとこわかります？ちょっとあっちの。わかんない。なくて、じゃあ、うん、道わかって教えて。僕わかんないっす。わかんない。あ、まあじゃあ適当に勘でいいです。勘で。適当に、うん、言っていただければ、はい。あ、これが歌舞伎町なんですけど、ドンキの方。あ、じゃあここ左かな？ドンキの方。ドンキ。向こうの、こっちのドンキじゃなくて、大久保じゃなくて。あ、だからそこのところから西武新宿入って、そう、まあ、歌舞伎のドンキここ、ここ左に曲がって、これ左行っちゃう。うん、これだと混んじゃう可能性あるけど、じゃあ、向こうからでいいっすよ。先から左に曲がってます。空いてる場合は、別にここでも降りても歩けますよ。もうどっちでもいい。ここで降りて歩く？じゃあ、うん、じゃあここら辺で降ります。うん、距離結構ありますけど、いいですか？いいっす、いいっす。はい。配信しながら行きたい。あ、僕出しますよ。この前、多めにあったんで。いいっす、いいっす。なんで配信の時だけそうなんだよ。ちょ、配信の時だけどそんなやめてくださいよ、なんか。うわ、汚ねえ、この親父。汚ねえ。汚ねえ、なんか格好つけやがった。マジ汚ねえ。じゃあ、ゴチになります。なんだよ、この前さ、配信外でさ、5000円多く渡されたから俺出すって。その言い方汚くない？なんかカメラ回ってる時だけ金出すとか。まあ、事実だけど。なんだ、それ。ありがとうございます、ドルさん。まあ稼いでるからな、ドルさん。ちょっと待ってください。ごめんなさい。ちょっと財布してまうんで。ちょっとなんか今の、なんか汚ねえような深夜ってもさ、一生懸命肉焼いてたのにさ、生肉だろうとか言って。なんでそうやってみんな一面の俺のこと。一生懸命やってるだけなんで。ありがとうございます。ドルさん、ありがとうございます。よいしょ。すげえ、クラウンのマーク。マリアンとかじゃん。そうです、そうです。こう、イメージを下げようとするの。お前らが俺のイメージ下げる。違うよ、ドレさんが先にふっかけてきたんでしょ。なんか童貞とか言って。俺からじゃないよ、あれ。お、コズキ。コズキ見てる。コズキ配信者する。あ、そうなの。コズキいいね、風がね。いいっすね、今日天気が。女子の憧れ、バリアン。え、女子の憧れでもなくないですか。女子の憧れ。え、行くならバリアン指定してくる人多いんで。あ、まあバリアンいいっすよね。高いからね、単純に2万とか3万とかしますよね。今でも週末この時間だとしますね。
でもバリアン泊まる、僕思うんすけど、歌舞伎でバリアン泊まるだ、泊まるくらいだったら、恵比寿とかのホテルって結構そこそこスイートとかで当日だと安いんすよ。まあ、3万ぐらいで。バリアン行こうっていうところに味噌があるんすか。味噌があるんだ。行きたくないけどバリアンだったらいいかなって。ああ。まあビリヤードあったりダーツあったり遊べますもんね。カラオケあったり。セレブ感がちょっとある。あるか。バリアンセレブ感あるみんな。ラブホの中ではある。あ、まあラブホではそうだけど、だったらなんか、そう、なんか普通の高級ホテル泊まった方がかっこいいのにと思って。あ、モグリンなの？コメント打ってよ。こっちっすね。バッティングセンター、バッティング対決やる？お、いいっすね。やんないよ。でも僕、ここで神回起きてますよ。この前、テルたちなんかやってて、うまかったよ、そこそこ。僕その、バッティングの前にカメラパソコン置いたんですよ、うん。で、ニコ生の時で、当たれ当たれっつってバッティングした瞬間、ピンポイントでカメラにバチーンって当たって、わらわらわらだったよね、あの時。コメントでホワイトアウトだよね。懐かしい。そうそう。今、バッティングセンターに近いかな。これ歌舞伎の裏のバッティングセンターじゃなくね。いや、歌舞伎の裏の方っすよ。まあ、こっちから行きますか。遠いんで。あー、のりたまさん、ありがとう。もしよかったら皆さんフォローよろしくお願いします。ねえ、そうでしょ。世界の成金さん、俺が言ってることは伝わるでしょ。でしょ。こいつダメだ、バッキンガム行きだ、俺見えない。あ、そうなんだ。バッキンガムが、バッキンガム難民がこっちに来てるんですよ。いいじゃん、よかったじゃん。バッキンガム難民が。俺んとこは、お前んとこもそうだけど、はい、一定の IQ がないと見られない。あー、でもそれわかる。え、でもドルさんなんか最近大衆受けだよ。そんなことない。なんかもうキレゲーとか始めちゃってさ。キレゲーじゃない。普通に怒ってんの。キレゲーじゃないもんね。じゃあもっと熱かったんだって。もっとね、高尚な話題で切れてたのに。なんかね、最近俗っぽいね、どうでもいい話で切れてるからね。そう。花火ありがとう。池袋北口さん、花火ありがとう。あ、池袋北口さん、こんばんは。この人、すごい、あれですよね。あのね、こう、いっぱい投げるんじゃなくて、うん、このタイミングで投げてくれたら、テンションを近けた時とかに、そう。ピッて投げる。そう。すごいこう上がるんだ。北口さんすごいいいところで、うん、そう。うまい。そう。いいしね。おかまば、今度。うん、超メニューでした。まともに今ピンポイントだったね。僕、おかま受け半端ないっす。おかまばどうですか？何ここ、かっこいい。さすがワード熱いね、オカマからの指示。オカマから受けますね、僕は。もう全然受けない、オカマが。シートおるから。いいな、俺もああいう彼女さ、週末ね。これからバリアンなんだから。あ、好きそう、ドレさん好きそう。ドレさん、ほんとムッチムチ系好きなんです、背高くて。おじさんみんなムチムチ。じゃあ、ドレさん、なんで2時からやらなくなったんですか。そう、3時ぐらいになって。疲れてんだよ。ちょっと30分仮眠取って、そっからなんだよ。なんかね、遅刻が多いんだよ。俺、だから2時からってドレさんのイメージがあるから、2時まで繋ごうと思ったりとか、見ようと思ってんのに、ずれるからね、もう、やりづらいの、俺。昨日は2時半だったけど、うん、大体30分ずれる。そう、昔はもっと早く、きっかり2時にやってたの。だから、あ、そろそろどれの時間だっつって、もう寝る準備始められたのにね、できなくなってる。力尽きそう。そう。もうあれだよ。うん。カンちゃんがあったところ。え？カンちゃん？キラーカンさんのお店があったんだけど。カンちゃん向こうにありますよ。入んなくなっちゃって、こっち閉めて、中野坂下だけ、坂上だけ。そうそうそう。あ、違う、中野坂上じゃなくて、北新宿にもできてますよ。じゃあそっちに行くか、こっち閉めた。キラーカーンさん。だから、普通にいますよ。そうそう。久しぶりに。びっくりしましたもん。でも、いっぱい食え食えって言ったら、俺のことプロレスラーだと思ってた。すげえ、尋常じゃない量注文する。はい。無理だから。あー、ランニングマシーンありがとう、津波さん。なぜ、カスワクさん。津波さん、ありがとう。
すいません。カス枠って何？わかんない、偶然。いや、なんか可愛い女の子なんかなって見てみたら、なんか顔が映ってなかったからブラウザ速攻バックしたんだけど。いや、エロ対決全然するよ。ただドレさん今日寝れないよ。ボッコボコにするよ俺。ボッコボコにするよ本当に。いや絶対負けないよ俺。ステゴロで KO したの一切何もない。違う違う、エロ話対決してくださいって言われたのドレさん。もう今日ドレさんもうあれだよ、もう配信できなくなっちゃうよ、うん、こっちっす、うん、ね、歌舞伎にはこんなに人がいるのに知ってない。いやだってお金ないと、いやだってこんなに人がいるのに一人ぐらい間違ってない。だこの人たちプロですよ、みんな。いや、させてくんないですよ。何もない。入れるの？入れんじゃないですか。あ、金曜か。なんか最近、コンスケやったら静かっぽかった。おなんで俺がドルさん利用してんの？利用全然してないんだけど。利用してこのやつなんかっていう通常営業そう、別に普通なんだよ。よいしょ。結構ですね。多分5人か6人ぐらい、あの5人か6人ぐらい、新役所と金梅さんとヒカル君っていういつものメンバーどっか帰っちゃった。あれ、コウスケさんさっきから、あ、帰っちゃったんだ。そこくっつけていい？あ、すいません。多分こっちでやりますよね。あの人たちこっち側でやるから。あ、そっか。来ると思うけど。多分来ると思います。まあ、場所取っといたら。あ、いやここを取る。もう OK 出ました。この3つ。何でも。はい、ちょっと強いかもしれないけど、アイコ、アイコは知ってて俺は知らなかったって。アイコじゃなくて、あの荒野のおばさんがヤマトのことを知ってて配信者じゃないの。ヤマトって誰ですか？ケンさん。あ、ヤマトさん。俺のことを知らなかった。あ、え、僕のこと知ってたのかな。僕は名前にも出てた。知ってるんだ。俺知ってた。俺のことだけ知らない。ドレさんね、ちょっとね、あれなんだよ。ふわっとしただけでピンポイントで有名になってるから。あのね、ちょっとね。じゃあ YouTube とか話して見まくってる。いや、あれ。俺との代わりに見てんのに。要するに、俺の方がわかんないから。肉はよく。要はね、変な売れ方してんだよ、ちょっと。特殊な売れ方。だからね、なんかね、変な知名度のつき方なんだよ。もう逆に言ったらコアファンができてるからめっちゃいいんだけど。宮崎さんとか、どうも。ありがとうございます。はい。暑いっす。宮崎さんとか。ありがとうございます。すいません。はい。ありがとうございます。何を買いますか？こんばんは。アスコーヒーってあるの？このティー、らしい。アスコーヒー。いや、5人、あと5人ぐらい。ありがとうございません。ございません。ごめんなさい。ごめんなさい。じゃあ、アスコーヒーはございません。じゃあ、ビタフレで。ビタフレで。ビタフレで。ビタフレ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 。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。何飲まれます？あれ、コーラ。コーラ。コーラ。いや、コーラ。どうも。コーラ。お久しぶりです。また来ちゃいました。あれ。そう、そうなんですか。皆さん、チャンピオンはね、今日ね、まあ明日ちょっと用事があるんで、今日早めに疲れてますね。ちょっとここだけの話だけど、チャンピオンはね、キャスバー苦手なんだ。
しぶりに見た。これさ、どっかアビーちゃん、アビーちゃんごまん。タカトさんごまん。疲れっす。いや、いいっす。うわ最近なんかプライベートモードだよ。そうだよ。すみません。この辺でタバコって言ってますか。タバコはですね、はい、ここを出てもらって階段を降りて、で左側に向いてもらうと。左。アイラブ歌舞伎町が見えるのかな。え？で、747っすよ。そうです、そうです。大丈夫ですか。ありがとうございます。タバ買ってきます。放送お願いします、ドル先生。よし。オッケー。まだです。タバコある。花イケメン、今から来なさい。噂だ。俺も何があったか知らないけど。噂だ。またちょっと落ち着いたら。ちょっと青山は苦手じゃないのかなっていう。なんか奇抜な色に嫌がるか。ぴょんぴょんでしょ。ぴょんぴょん久しぶり。奇抜以外にしてあげたい。なんか緑とか。わかんないよ。本当のことが違う。なんかこれには。今日なんかちょっと用事があるから。俺もチャーハン食べたい。早めに帰る。明日ね、三重に帰るの。あいつ。だ今日は本当は本当に今日ダメだった。あ、シルバーいいかも。もう明日三重に帰るんだ。見たことない金バの演出できるな。ありがとうございます。一緒にね、同じ髪色にしよう。布のさえがそうないかな。これ刺すのあります。スーパーふかしくらいさえ塩だだいさえチャーハン、ここ飯うまいわ。あー、まだ適当に踊るよ。あー、これなんだ。どっかこの辺に落ちた。違う。これ何か。これ俺じゃない。それもどうするから。窓はね、今トイレすぐ戻ってくる。その間俺が繋いでるだけ。一緒にいるんだから。とりあえず大阪ね、行こうと思ってる。年内には必ず大阪行くよ。俺また言わ。大阪のリスナーさん、その時は。新発売のハイボールを。わかりました。珍しい。酔っ払うんで。珍しい。ただこいつ知らんなんでね。暴れまるんで。絶対飲まないと言わない。ロケン狙ってる。明日も俺のこの位置は狙ってるんだと思う。サファイアさんいらっしゃい。でもない、それはないでしょ。やんないよ、あいつは。ふかしでヘタレだから。俺絶対俺でやんない。今日は喧嘩する相手になる。こればっかよ、こればっか。深夜の枠もやりますよ、普通にね。2時から。荒野のあだ取ってあげて。りょうさんいらっしゃい。
いやだってポンスキーいないとわかんない。何があっても知らんし、ね、あ、ヘタレだから絶対俺とコラボしないから。そうなんだ、俺が酔ったら頻繁に弱なんだから分かんない。配信今日は多分2時から。見えんのないよ。一緒に酔おう。一緒に来ちがいそう。お腹すいた。お腹すいた。チャーハン。チャーハン。これやるか。ハイボール。もうヒットじゃない。できないか。死んだじゃない。おしゃれー。ライター、ライター買いますよ。マイカーずっと言ってて、はい、そうなんですよね。ハイボールやサガ、多分もう来月ぐらいが大丈夫だと思うんですよ。すいません。そうじゃない、そうじゃない。今日はチンバされ、乾杯。乾杯。これね、モレの深夜食堂特製ライターね、ゆいがさんが絶賛していた。さっき飲んだハイボール絶賛、あの黒白二色展開でね、限定品ですから500円。ありがとうございます。カバンも塩田さん、ごめんなさい。ありがとうございます。ごめん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 。ごすいません。はい。あ、フライドポテトのチャーハンです。ごめん。はい。トイレ。何ですか？そのために言った。フライドポテトポチャチャーハン。お願いします。フライドポテトチャーハンと。フライドポテトチャーハン。フライドポテトチャーハン。うえ。うえ。分かった。うえ。やっぱり。声が。無視してんだわ。そうですね。すいません。写していいですか？一応映ってる。うえ。君ね。うえ。誰やろ。なんかスマホで配信してる人いながら、誰だろう誰だろうってヒカルくんって言ったら、うん、誰っすかねって声かけてみますって言ったら、ヒカルくんが気づいて、あれ眉毛ないけどポンスケっすねって。眉毛ないけどポンスケだ。ポンスケ、いや誰だろう誰だろうって、なんかツイキャスやってるでしょだけど、眉毛がないから分かんなかった。分かんなかった、一瞬で聞かなかったんですよ。じゃあね、3度目ぐらいしてエビゾー、エビゾー、エビゾー来いよ、エビゾー来いよ、エビゾーは絶対呼べよ。で、一応フラッチで、なんだっけ、新やすさんっていう人が配信してるらしいんで、そっちの方でよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあお疲れ、じゃねば、バイバイ。はいよ。え？おい、なんで背頃を深い来ないで、なんか、ハイボール。個人的に。カルくんじゃない、バイザーディナクラ買うの。すいません、バイザーにビール注文だったの。灰皿もらったの。また来るんですか。ここに、いや、ここにじゃなくて、捨て物のやつに行くの。いや、眉毛ないと全然わかんない。行くんだったら行こうかな。はい、やつだよ。ディタクレお願いします。半透明ディタクレ、ここ座りなく、これディタクレ、ディタクレ、はい、ハイボール持ってもらいました。ハイボール、ハイボール、ハイボールです。すいません、出戻りで申し訳ないですけど、ハイボールもらったから。あ、そうなんですよ、ハイボール2で、すいません、これ飲めないな。ハイボールが飲めない、あんまり。お前酒全般飲めないの。前何飲んでた、あれ焼酎。前のやつの方が飲みやすい。焼酎もうロレツマンだけど20倍ぐらい、20倍ぐらい、あれの方が気持ちよく飲める。脱走してるんですか。お前に気持ちよくなる。いや、なんかお酒によってなんか飲めないの。お前ね、これ別だね。お前のここだけ生えてる。お前のリスナーさんからなんでこっちは撮ってるの。すいません、いや、迷惑かけてる。はい、感覚なんだけど、はい、センサーが働かない。あー、いや、聞けないよ、俺が感じてないけど、膝は一部が抜けちゃったから、あー、違ったって思った人が2人ぐらいいた。ここもそりゃそうよ、なんでここは取らない。だから、ビジュアルの問題がセンサー、そう、あ、センサー、昨日的な問題だよ。俺
なに病気だって言われる。病気じゃねえよ。なんか変な、変な毛の生え方してるなぁと。いやさ、手術とかやるときに、みんな聞いてたよね。ああ、でも細かいと、困る。でも、俺はお前のその病気の薬ってお前だと思ってるから。大丈夫？そう、なんか、膝のこの辺は、この辺は生えてるのに、こっから下がツルツルなの。なんだこの毛の生え方と思って。大丈夫か？お前さ、参加してたか？マッチ限定、安定のキラキラコメント。キラン、いや、すごいやりやすい。すごいやりやすい。みんなありがとうね。もしよかったらフォローしてください。いやいやいや、みんなに。あれは、そういう動画撮ったやつ誰だよ？新やつは。あ、新やつが撮ったの？あ、折れてる。マジか。あ、ダメになった。俺は俺の絡み方。これがグーッと折れてる。まあいいや。ありがとう、フォロー。フォローありがとう。ヒカルね、ここにいるんだヒカルくんいるよ後で繰り返するから入院したら最近映りたがらない多分ね、ネタを考えてる本当にそれが本当に本当に詰めるってことなのいや、台本をすごいノートに書いてる酔いやすいどうもー皆さんどうもーさあ、皆さん、皆さんね、お疲れ様です俺、年上の人の方が好き喋るのドルさんのアップくださいじゃあ、もうそろそろもう、肩が来てます今の伸び方ですからやばいよ、俺だって、え、だって、前さんもう終わりぐらいの年からこの辺かな多分キャプチャーが欲しいんだと思う、ツイッター用。そうなの？そうなの？だから、捨て頃の記者会見の時、そうですか。バイさんに、バイさん、顔色悪いって大丈夫ですか？はいよ。僕、一緒に見てるのやらなんだけど、こんな現象ね、どっちだけだ。あ、知ってますよ。ツイキャス示しね、俺も示しね。俺もそんなに好きな意味で、ニコ生もっとひどいっすよ。ツイキャスなんていいじゃないっすよ。って話してたんだね、記者会見。まあ、あまりに顔ドスすぎて、今までの金髪で見たことないわ、俺の人だから。誰やねん、こいつらだよ、俺。いや、僕、本当だから、ニコ生やってた時なんか何回自殺しようと思ったかね。いや、本当にやばいっすね。ありがとうございます。前の捨て頃の時あったのと全然顔が違う。なんか体重が変わった。いくらしたの？しまったの？しまったはしまったんだけど、で顔色良くなったんだけど。中身の病人なのか。お疲れ様でーす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 。はい、でもありがとう。俺、ドレさん目が大好きだけど。出会いなんドラ顔で自分のグッズ。ドラ顔で自分のグッズ語ってたの、ドレさん。ああ、知ってる、知ってる。ニコ生っていうのはもう死ねとか、人格否定ばっかり。人のグッズほどバカにするくせに、自分のグッズ大したことないくせに、ひたすら叩かれてる。ああ、ライダーを100個作って、3つしか売ってない。ああ、いいっすよ。何これ？え、何これ？これ何これ？いらないんだけど。しまいに奪い出して。いらないんだけど。ニコ生すごいよ。字幕開けた時に、本当に楽園だもん、ふわっと。ニコ生見てる方も心病むから。これ、ドレさんって誰ですかのことなんですそうそう、こんなシシシとかね。シシシなんて優しいもんで、挨拶みたいなもんだよ。俺、どういう会話クリーニングですかユリカのライターは、下からガス入れねえだろ。俺には下からガス入れねえから。ガス俺やられたよ。俺だって、ツバニャンとか、コウヤとか、アイコどころがないよ。すげえ嫌われてたんだもん。あっ、いい。これ、もう見えねえ。これ、ありがとう。ラブホのライターと比べてください。ありがとう。ラブホの方がね、コウヤがね。ニコ生出身者は、だから、心強くなるよね。あと、トークスタイルがもう全然。でも喋りがうまい。安定的。圧倒的にうまい。まあでも、あれだと思うよ。ニコ生でも中堅以上になった人だけだけどね、それは。だって500円で売るって言っても、そんな500円なんていい意味出すとかじゃねえんだよって言ってたじゃん。
そんなもんのためよりも俺には花火があるからよって、あんな見苦しい姿を晒してるドレスはね、30分ボクシング教えてもらったのなんか別に俺オンには思ってない。あ、そうそう、メガネない方がいい。コメント見えないんだよね、そうすると。こう、乱視でさ。全然見えない。みんな見ててね。でも、メガネない方がいいって、結構女の人に言われるかもしれない。鼻高くそびえ立つ、金梅の花を探すから。一番最後コメント読めない。致命的だからね。登る気力もないぐらいの面白い。レーシックは嫌なんだよね。金梅死んだって言われて、あ、そうなんだ、じゃあね、なんか目に異物を入れたりとか目にレーザー当てるとかすげえ怖いから嫌なんだよ。でもね、ある方が進まない、進んでいかないんだよ。入ってないんだよ。入った、結構飲んでないけど酔えない。うん、目つき悪いから切れ長の人へって言って、昔の日本人の顔だよ、切れ長の人へ。歌舞伎役者とかになれって言われてた昔は。大体分かるじゃないですか、みたいな。歌舞伎役者ってほぼ世襲だから入ってから、ね、言われないんですけど、なんか年寄りが言うんですよ、歌舞伎役者になれ。まあ、分かってないんですよ、おばあちゃんが。メガネない方がいい。どうしようかな、コンタクトとかつける気ないし。ないのもいいけど、去年から始めた。そうなんですよ。何も話し合ってない。全て人間の話だ。ドレさん一緒よ、珍しいよ。メガネない方が絶対いい。ちょっと考えるわ。え、ドレさんのメガネかけてみてもいいですか。こういうの、こういうのどうかな、似合うかな。あ、どつええな。サラリーマンっぽい。サラリーマンっぽい。どう？あ、花火ありがとう。花火ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあね。あの、ツイッターでたまちゃん出したらバカって。サラリーマンっぽい。ドレさんは体やばいよ。バケモンだよ。3倍ぐらいあるわ。3倍ぐらいある、マジで。真っ暗闇で顔落ちてんの。何だろう、53歳。ラブホテルとかもうちょっと明るいとこ。すごい体だよね。見て真っ暗じゃん。それも咲いちゃったんですよ。首も太いし、全部太いよ。全部太い。どれさん若いよね。ケツ、本当にあの、のんちゃんのケツぐらいある。いや、小さい子の、身長低い子の、ちょっと小ぶりなケツぐらいあるよ。マジでびっくりした、今。本当にケツなの。ワン太郎はいないね、今日。ねえ、ワン太郎来ればいいの。ありがとうございます。東京にいないじゃん。いないっすか、ワン太郎。だって、一昨日ぐらい中野で配信やってましたよ。ありがとうございました。あ、いいじゃん、この辺で。てか、ここでライター配ればいいじゃん。20個限定とか。言わないじゃん。あ、まあ、宣伝にならない。それで結構ツイッターで広まってたんですよ。早く。そういうことか。ネタをやりたい。俺を待ったんだよ。時間中で空白が3日間ぐらいあったの。俺さんグッズ、でもサボさんが分かりますよ。タマちゃんは結局大体かな。ちょっと協力しようかって、なんかまとめてちょっと買おうかって。あ、サボさん
でもそれ意味ないもんね。そういうバカになるやな。来ないもん。金の話じゃないですもんね。在庫を履けたいって話じゃないから、そこ難しいんだよね、グッズって。知名度を売りながら、そのね、支援をしていただくっていうのも目的だからさ。まあ今、綺麗事言わないそこだわ。まずサボったいから。そこで配信は。え、でもコバって何でしょ、あくまでじゃねえ、そこでよ。違う、違う、違う。違う。マンスリーの出勤部頭はけてる。いや、俺はけてるよ。じゃあ今日寝癖なんだよ。セットして寝癖してたからボッサボサなんだよ。そのミキサーが出たチャーハン。出たチャーハンのランス。チャーハン食うと何かが起きる。届いちゃう。山根チャーハンと必ず炎上。炎上しちゃう。それを食わすってどういう。起こせってこと。いらっしゃいませ、どうぞ。どうぞ。はしご買った。はしご今日買って。あ、素晴らしい。よかった、よかった。苦しい、苦しい。みんな、ちょっと終わった、終わりました。お疲れっす。マイクは、高音はできない。あの、ダイナミックマイク。郵送販売とかも言えばやってくれんじゃないの、どれさん。あれでしょ、あ、これはいいやん。どれさんのお客さんの層って健康志向だからタバコ吸わないじゃん。なんでライターで、ね、ちょっとね、なんか先ほどの資源食堂を俺が営業したとして、あー、これ資源食堂だよ。常連のお客さんに動画として、何かって言って、なるほど、クロペッパーって要はお店をやってるようなものって意味だったんだ。ハイボールする。なるほど。あれ、お前酒飲めんの？あ、待って、余計な商品展開がいらない。いきなりライターとステッカー4枚と手ぬぐいって言った時、俺絶対こけると思って。あなたも5種類また放置するだろ。みんな1種類ずつ増やしていくのにさ、攻めるなって。前月の4種類、今月新作4種類とかでやってるのかな。ゆっくりやってくさ、要は1枚買ってもらうじゃないですか。で、リアクション終わると2枚目があるから買ってくれるっていう新作を常にやってくれるとお店に通ってくれるみたいな。だからラインナップを入れることなんだよ。はい、最終2個出して、あとはこれストライク。あー、なるほど。はい、新作作りました。あ、なかったことにしてこれいいかも。すげえバカ。かっこよかったよね、ドルさん入場してて。青コーナーカラーってやつね。あれすげえよかった。ハイボールあんまりなんか俺が出るもう治らない。おい、待てよ、待てよ。あの、ふわっちの人、いや、戻る感じで、ここ病人何人、こいつもいろいろ病人、普通に病人、病人しかねえじゃねえか。じゃないといけないと思うんだ。だから逃げたんだよ、病人しかねえから。そうなんだ。
急に怒ったら暴れ出す。人の中で失礼なコメントするな、こいつ。そうなんです。だから何やってもセーフだ。セーフだ。大体何やっても。人殺しても大丈夫です。おい。もう人もだから殺しちゃう。そうだ、そうだ。殺しちゃう。ね。わかるよ。いわゆるサイコパス。ここで待ってるから。サイコパス。あ、それ、そんな人に指導されながら俺ら。あー、いやっすね、言葉遣い悪い人。俺ね、ディタグレープ飲んでる。パフェありがとう、メリット。乾杯、KP。パフェありがとう。パイボール。なんで俺喧嘩めっちゃ楽しそう。いや、この間、でも、めっちゃ楽しかった。寿司屋。もともと、エビさんとかと、エビさんとヤギと3人で飲んできましたから、バイさんとかやっちゃうとか来るから。お、ミスケいらっしゃい、ワドツ。いらっしゃい。俺は全然平気だった。嫌がってたんですよ。で、この間、バイさんの子見て、バイさんはめちゃくちゃ毎週考えてる。めちゃくちゃ見直したっていうか、チェイサーで多分、飲めない。全然カウントが変わったって言ってました。あんなに気使って配信してる人いない。お疲れっす、みこさん。ごめんね、ごめんね。こんなに気使って配信してる人いない。これは？おお、本当に今日誕生日だったの。ごめん、おめでとう。誕生日おめでとう、みずけ。いつもありがとうね。おめでとう。いくつになったの？あんま聞かない方がいいか。ミスケおめでとう。それでしか沸かせれないんだよ。おはるさん、おはるさん、めちゃくちゃすごいっすね、やっぱ。花火ありがとう、花火ありがとう、さとめさんありがとう。そんなところで投げるかっていう泣き方すね。みんなミスケにおめでとうって、誕生日おめでとうってリップ飛ばして、みんなミスケの誕生日祝って、みんなで。はい、新野鳥が甘いカプセルが。わかりました、お待たせください。きつめのやつで。イメージ、イメージ。何でありがとう、ミスケ花火ありがとう。はい、でもありがとうございます。でもハッピーバースデーおめでとう、みんなありがとうね。リップありがとう。ポンチでも飲むやろ。じゃあさっきから一緒に飲まない。やってくれる、飲んでるから。みんなありがとう。この間配信から俺結構飲めるから。いいね、毎日誕生日ある。いやいや、俺結局バリバリぶつめてる。ありがとうね、みんな。和道旅団のメンバーだから。ありがとう。お前ゴジラまで今やったのやってたんだよ。プロテインって何がいいんですか。これはね、ずっとね、ゴールドジム。あー、みんな行ったんですよ。本当にゴールドジム恥ずかしいから。ビートジェンドっていうのが、前と絡んでる。この中に評判がいいって。YouTube 上げれるんだよ。あの、アミノ酸のスティックのやつ知ってますか。あ、キヤスメですか。お前がどんなもんじゃいって。キヤスメなのか。ちょっと高いっすよね。俺筋トレやってないのにいらない。はい、すいません。はい、筋トレやるの。ウェイト、あの、全部通ったりもしてた時もあるし、花火が上がるたびにダンベルやってました。この50万でやるんなら意味あるけど、じゃなければあんまりいいの。お金もったいない。お金もったいない。完全に負担かかるから、尋常と。そうなんですか。あーね。使えないでしょ。稼げてないときはお金お金って言ってるくせに、稼げたらこんな紙切りだからって思う。でも本当に骨格変わりますね。なんか人生で肩幅があったことがなかったんで、 T シャツがですっごいなった方だったんですよ。でもなんか T シャツがね、そうなんですよ。だから体鍛える喜びは捨て頃で、でも肩はマジ生きてこの先あれだけに生きてられるか分からない肩はそういうので最近ちょっと配信してくれたら、おとなしくするとかでは今日は友達がしてちゃうと、まあ、スラップすると腕が重くなるから、さらに、セクスパンカウントが、腕が重くなるから、
寂しいんだよな。不利じゃないですか、これ。あ、数日の時は有効なんですか。そう。葬式配信。風船ごとありがとう。ネタ始まるよ。まず、俺ですがブログ。今からブログやって、今日は一番人生で悲しい日だった。アミノバイタル飲んでた。アミノバイタルとサバシのダイエットプロテイン飲んでたんだけど、1年後、敗者復活戦お願いしたの、さっき弁当さんに。1年間本気でやるから出させてよ。その代わり弁護さんは70キロ以下に体重を落としてって65キロか70で出すかもしれないから体作っておいてって言ってもらえて、超減量するよ1年かけて体作り変える。いや、でもやりそうだよ。まあ、でもやりたいけどね。やりたい。IQ で分身、何？やりたいよ。本当にまこちゃんありがとう。許されるならやりたい。まこちゃんありがとうね。どう、みんな体感でタイムラグ結構ある？ありがとう、コロッケリラックマルさん。見てる限りはないです。そんなないですか。あ、ほんとか、今日も大丈夫そうですか。これアクティブそんな動いてないからラグメなんですよ。え、やっぱアクティブ上がるとラグですか。前探し、それはしょうがない。まあ、逆に見られたい。花火ありがとう、ありがとうございます。ほぼ同時、ほぼ同時ですね。ここが死んでる。問題ないです。何したの、どうやってるんですか。あそこ、え、携帯室ありますか。私の、この画面はどうですか。え、匿名で今投げてくれた人、この人じゃないですか。詳しく見るか。そうするとリアルタイムで今いくら入ってるのか表示されるんですね。で、花火をクリックすると、まあ、この人が投げて、この人が投げて、この人が投げて、で、これ投げてくれた人クリックするってことになって、バーガーはこの人。で、ここ今からいくら、なるほど、はい、詳しく見る。あの世でもうまとめてやめたら大丈夫。金牌が死んだことによって誰々がこういうのをまとめてやめる。逆に俺がもし先死んだら、ブルーバードさんやめてよ。ブルーバードさんごめん、俺は逆に茶化してる。やめて。いやいや、俺の墓場が荒らしていいから。風船どこありがとう、みほさん。ポンスケポンスケ、めっちゃ酒これはちょっといい。なんでだよ。俺は荒らしてほしい。荒らしてほしいの。まあ、どうなっても知らない。ハイボール一つお願いします。すげえベース早いな。ギタグレも一つお願いします。来たと思ったら残したいから。すげえと思う。伝説になりたい。おしぼり3つぐらいお願いします。さあ、ごめんね。あともう YouTube とか残るって。酒飲んでる時にさ、やっぱ楽しい酒にしたいからさ。オリジナルバッケル、オリジナルバッケル。何これ、アニメドームみたいな。ハートプレゼントありがとう。うまっ。セブンさんだって名古屋だ。明日名古屋だ。東京の人じゃないもん。ヤマタ君、これベースなんですか。これはウォッカ。調子乗って飲んでると酔いますよ。美味しいからでもどんどんいけるから。飲みやすい。飲みやすい。まあ、だからやばいでしょ。4割配信最近やらなくなったよ、ドルさん。多分ね、合わなかったんだと思う。4割配信、でも、いろんなのトライして自分に合ってるの探すの俺、いいと思うから。面白いんだけど、そちらが伸びない。ああ、まあ、でも濃いな、これ。あの、配信はないです。てか僕もあんまりどういうタイミングで話しかけてるか研究してるんですけど、外配信なんだろう。難しいですよ。今日は飲みすけない。なんで。すごいんだよ。いいから。いつもメンスは誰じゃないよ。俺酔っ払わない。ドルさん頼むぞ。あ、そうなの。ドルさん頼むぞ。そうだよ。じゃあ、こうです。じゃあ、使ったよ。じゃあ、使ったよ。じゃあ、これ絶対頼んでないじゃん。六本木、今、人いないもん。お酒はザルだよ、俺。ザル。はい、お待たせしました。すいません。ブルーでございます。ボスキャン、俺の酒は、美味しいし。強いし、もうなんかね、目が
やれよやれよ、大丈夫ですよ。うまい。悪い意味で宣伝効果ね。ただ中国の方にあるんだよ。白でも黒でも。うまい。よくわかんない。もったいないさんが。マジマジで言うとなんだけど。日本酒とね、ワインと、あのなんだろう、日本酒とかワインとか飲むと、豹変する。あ、ありがとう。俺が酒は、な絶対飲まない。言うてトータルに2番目に言うてそれが好きなんですよ。いやいやだって3本はしないかな。っていうかね、俺あの子供っぽい飲み方嫌いなの。2位だろトータル。2位はこれこれ喋るための分割炎ですから。それでも取っていたのがトータル。せいぜい4個ないと思う。今までツイキャスは嫌いなのを見たくて飲んでる。あ、そうなんで、こうしたことはないから。そうそう、別に値段は言うほど変わらないんでしょ。出発でまだ長くね、使わないのに使えないのに長くなんだ。反応しないやつあるよ。多分逆に立つんですよ。反対向きに色々やってんだけど、はい、多分5年ぐらいの3年ぐらいで気になりマークが出ない。そうなりますか。こっち側ついてない。こっちついてない。まあ、やったろうぐらい。でも、これもかりついてないですよ。いかんとかだったら、モノラルでいいよ。あれいかんとかだったら、そうでしょ。まあ、まあ、相手出るんで、できない。これ、全然問題ないですよ。まあ、吐いて飲んで強くなるよ。だけど酒強いのなんてさ、バカみたいなもんでさ、あのお金がかかるだけで意味ないよ。程よく飲んでさやるのが一番いいじゃん。俺は人の運命だよ。俺は人の運命だよ。酔えば言いたい。あとにかく酔えばいいんだよ。ガタガタ言うな、飲めよ。バイクを使ってもこうしてるね。ワド、この間のガキをドレアンに説明してや。この間のガキって何？そんなのすよ。俺だってドレさんの放送見てないもん。あの、俺が放送見てる時ってコメント欄しか見てない。クモンリュウの迷惑配信は。クモンリュウの囲いとかがコメント打ってきて、で、いくらでやってくれるって言うから俺50万って言ったんですよ。そうだったらドレさんって言ったんですよ。そういうことでしょ。他の配信者は多分金具屋の方がいいから、ある程度やっても大丈夫。あれは一番おいしいと思ってたのは、皆さん、すみません、前を失礼します。住所分かったから遊ばちゃった。ちょっとビリッシャーなんて。それ、出る時はちゃんと告知してください。これ今から出たら絶対いるよ。絶対いるよ。モノさんとか、イッポルさんが、モノラルで、ステレオで配信したら、まあね、場は好きだから、酒の。情報があるよ。モノラルでしょ、ね、1本に。右と左分かれて、両方やんのは、出ないから、右から下から。イヤホンで1分番組で筋肉痛に悪いんだ。これちょっと見たいな。どういう反応するのか。前さんも向こう側1本でいけばいい音なのに、それを1本で聞いたら向こう側悪い。全く見ないですね。だってモノラルの。まだ言え。え、何してんの。あなたもどたけやしてんだ。モノラル。ダイエットにワインをすごい飲んでた時は体調落ちました。似合わない。ワインとかね、なんか普通の系の蒸留したいブランデーとか飲めるんだけどね、ワイン苦手だわ。あと日本酒とか体が合わないんだと思う。番組前の無理した画像あったんで、あれはやるかこんばんは。俺キャスバーだよ。初見さんみんなたくさん来てくれてありがとう。もしよかったらフォローしてください。ライナミックは何でも使えるから。
ドレさんはもう化け物みたいな体をしてる、本当に。ドレさんがこの前の放送で、あの、俺はそんなボディービルダーと比べたら大したことないみたいなこと言ってたけど、一般人から見たらこれ相当ですよ。要はボディービルダーですよ。俺との約束3回やるって言ったら俺は違うの、これはこれより太い、3回破ってもこれ、あの人はそういうとこだし、よひよひさん掃除も来ない、全然違う。え、ドレさんは格闘のために筋肉でかくしたいのか、ボディービルダーも目指してるのか、どっちなの。ボディービルダー目指してないけど、プロレスラー的に強くなりたい。プロレスが大好きなんですか。本当マジ見た人がマジでボンボン強そうだなと思って、プロレスから強かったって、ね、ジムに一瞬間でプロレスの面白さが全然わかんないから一回見たことない。ミコさんどうもこんばんは。配信を学ぶにはプロレス見た方がいい。だから俺はまず会場について逃げ道だけ。これって本気なの、それとも要は打ち合わせなのっていうあたりが。打ち合わせじゃないですか。そうなんだけど、見るとは分かるけど、記憶が強いんだ。あれを見て、書き込んでる方がつまんない。まあそうですね。これ、あれだろって言えないくらいの迫力だから。性は強いけど、いけるなって思ったからね。例えば、今来たい天竜。天竜ってやつはあるけど、組み合わせが変わると、来ないで分かる。全然良さが違う。これは配信。言うかも分かるけど、配信プレスの天竜。いいの入ったね。いいとこ分かんない。ユンさんいらっしゃる。めっちゃ手応えあって。そう、WWE の。はいはいはい。サスライビといらっしゃい。え、冷めないんですかそれは。台本。あれ、まだ冷めないんですか。やば。マジで。熱くなるんだよ。熱くなるんだよ。マジで。これ見るよね。マジで。そこがすごいところなの。へえ。僕もまだ痛いです。この辺来てる。セブンソフィさんいらっしゃい。朝の本当にめっちゃ痛いですよ。わかる、綺麗だ。セブンソフィ痛い。めちゃくちゃ痛い。やばい、めちゃくちゃ痛い。3年殺しみたいな。ちょっとその、サコマンになりがち。サコマンってスポーツじゃないですか、あれ。そうだから、それが好きなんですよ。見せたいとこに見せられない。先行って待っとくから、おめえも後から待ってるから。まあ、プロレス例えると石川とか練習の段階で当たるっていう人は多い。当たるなりやすいんじゃない皮膚が弱い。もうその肝臓が弱いから。俺と喧嘩した時台本なのか本気なのかっていう場所は、で、下手がやると、いや、だって台本でしょ、今当たってないじゃん。え、僕台本でしょってリスナーさんに言われるコメントが多いほど僕は当たり前なんだ。いや、本当なのか嘘なのか分かんない。全部本当なんですけど、なんか台本って言われるとなんかやってやったって感じはしますけど。キャスターでやってさ、リアとして絶対来ない。誰でも一緒ない。いや、僕ステッカー売れまくったの。この前光が10日ぐらい通ったの。1人もほら、あとでこうやって来て配信外トイレ行くときとかにあるカメラ映りたくない。いや、それにしても、俺もね、今日は2時半。19歳、こんばんは。19歳、身長2メートルぐらい。下に輪っかを置いて押し出すってやつだ。で、俺が調子に乗ってレスラー、わかんない強めのが返されたフォアが調子なんだよ。ドーンって入ります。どうしたの。どうしたの。コーチなんで、はい、メタイの休館王だ。世界一立ち上げてる。じゃあ、もういいの。でも、こさん、じゃあ、こういうの。でも、こういうの。ロゴにずっと飲んでる。あ、かっこいい。神様ってボコボコしてるの。それが言いたかっただけじゃないですか。それが言いたかっただけじゃないですか。すごい。俺のロッキー、はい、インローズか、アンドロー、
捨て頃にいいね。練習もせず、今日いないんですよ。これ得意ですよね、時間差。今日やってたんだよ。何を捨て頃にいいね。あ、そうですか。今度来ると、一緒の部分に。あ、もっと綺麗。画面2人で入らなくて大丈夫。ライブアップもせず。これでもいいですね。そこまで言うけど、だいぶ離さないと。ライブアップも強いよ。俺は絶対バイサーコーナーだよ、と思う。ハイボールでいいですか。すいません。ハイボールハイボールでいいですか。良かったよ。絶対嫌だ。さあ、一発目の仲悪いあの試合で、もう俺はそうだ、つまんないだけで申し訳ないけど、マジで、俺裏から見てたら、あの金牌さんが、グローブ掴んで、で、あのセブンさんと、マジックルからやってるっていう絵面を見て、マスクめっちゃ興奮した。何やしのマスク。その後、マジかね。マーボーマニアです。マニアアイスは本物じゃないんです。偽物っていうか、別のボタンだったんだけど、極悪キューピーになって、悪魔のキューピーになったの。うん、本当かどうかわかんないから、やめてほしいんだけど。Yeah! 本物もいるよ。東野のコメントこの前打ってくれた。サムネが強いんだよ。うん。が。新橋行きますよ。俺めちゃくちゃ。新橋ホームラン。あいつがさ、俺跳ねてるんだよ。もう怖くてしょうがない。いや、それはそうでしょ。だって、いや、僕も、やってるって言ってたんですけど、いや、触る程度にしかやってないぐらいのレベルだし、でも、まあ、あんな感じの方だったら、まあ、3つ入るかもしれない。強いだろ、まだ。一番強いわ。よやるの？何もやってないのに。前すげえ。何もやってない。60万ぐらいする洋服着てた。なんかいろいろやってたらいいじゃん。なんかやってきたくなる。確かに。9000円以上するわけ。これがさ、5000円だぜ。5000円でも上等じゃない。上下すごい。上下。30分やったら上下。上下俺300円で。嘘つけ。じゃあもうトレーニングしたら。ロッキーでさ、9000円するの。ちょっとその KO スコアになったら。あっちまち当たってたから今だって。ミンさんがさ、いいね。やる気出すよ、お前マジで。こんな感じですよ。倒れ方にも美容の感じですか。コメントない時だって何喋っていいか分かんないもん。あの、捨て頃のためにどうですか。いや、別に家雑の時は全然喋ってない。いや、僕喋ってないですよ、ギター弾いて。いや、コメントある時は喋るの。だけど、いや別に仏教の時とかそんなコメントないです。だから乗ってるトークだと喋れるんですかね。基本コミュ障なんですよ、やっぱ僕。終わり。全然平気だ。なしでも全然平気だ。3時間から喋れる。僕最初にすごいと思った。そこあれがダウン取られるでしょ。すげえトークうまいと思って。なんでこんなずっと喋れんだろうみたいな。だからコメントすげえ来てんだろうなと思ったら、ゼロ。そう、5分10分ないんだよ。だから水増し疑惑が絶えない。600なのにアクティブが5とか10だから。はいはいはい。だからそんなもんだと思いますよ。もうちょい見たかったな。もうちょいやれたし、もうちょい見たかったね。やる気がないわけじゃないよ。こんなペースだよね、俺。やる気がないよ。あれ、あと5分やった。配信外で趣味とかないよ。だって、起きてる時間ずっと配信してんだもん。ないない。喋らなくてもコメント見てくれるよね。俺、コメントは全部見る、基本的には。ただ、黙ってる人なんていうの、俺は無言の人には無言でいいかなと思って。配信の趣味って音楽じゃないですか。音楽も違います。あれは僕は配信のコンテンツですか。練習しないの。そうですよ。あのトークをしながら
1位から2回ぐらいじゃあ歌いますって言ってオリジナルソングを即興で弾けるおっさんになりたいっていうのがビジョンなんですよ。なんかこう、わかります、なんか喋った後にじゃあ1曲配信者になるでしょ、それの練習をしてる、配信者になるでしょ、任しちゃうけど今の配信者厳しいよ、なんか泥臭い感じの俺が優しい、俺が優しい、ああ、なんかああいうかっこいい40代になりたいなと思って、俺がね、年取るごとにラボ配信していいの、オフパコになっちゃうよ、オフパコじゃなくて同じやつやってるの、俺らも配信会は格闘技、趣味はもう格闘技、まだある、あれをやってるのが楽しい、練習とかじゃない、楽しいの、いいっすね、いいっすね、スパーリングが楽しいの、ずっとスパーリングしてたいの、大スパーリングに広くされたやられるんだよ、やりたいのやられるんだよ、おかしいな、無理よ、でまたあの違うな、一級じゃないよ、もし申請すれば一級でも通ってたんじゃないの、二級パンの下の置いて泣いたら一級、一級はない、ちょっと自分の先にやることも言ってるし、カルテによると多分ですけどね、全く喋れない、ああ一級言葉が出ない、一級だ、そこ正面でしたら一級の可能性高い、俺ね、それが2週間ぐらい全く一言も喋らない、一級で一級だ、どこにいるかわかんない、あーもう一級です、一級です、なんでそうなっちゃったの、睡眠薬のオーバードーズで脳内転写狂っちゃったから、あそれをそれのね、逆断症状急にやめた、それ酒も混ぜてたの、一級やめたかった、やめたらあー危ない、急に全部やる、あーダメです、こんないっぱい飲んだ、それでもうわかんない、1ヶ月ぐらい前からもうわかんない、どこにいるか、どうやって生活したのかわかんない、一級です、金牌さんのだから、その時のカルテが残ってるから、はい、絶対一級です、でも、落ちちゃったから、はい、食べようじゃない、あもう、あの今申請しても多分3です、でも出ると思います、でも、まあまあ、まあ、まあ、いらないです、人並みに上げて炎上して、そのために働けなくなるんですよ、受給するためにアルバイトとかできるかもしれない、意味ないですよ、ああ記録残っちゃいますからね、資格も取れないのは出てくるし、そういうことだから社会のセッティングって言われることは、もっとガニクを引き上げて、それをどうこう、ずっとしたら僕よ、喋った時ビビられたな、ずっと喋れなかった、もうずっとここにいますわと思った、ある朝突然薬が切れた、カラオケじゃなくてラボ行ったら5000円って、まあ一級だ、ラボでまたあれやってしなかったね、しばらく違うのふりして看護師さんのおっぱいを最低だな、お花火ありがとう、ありがとうございます、あれ行こう、ネタ早く食べてネタしてよ、タマちゃん配信してみたい、解放隊員まだかなんかねってどんな配信するの、解放は2級って感じだな、タマちゃんいいや、解放だけたぶんね、はじめまして、ごめんね、誠君とか、9以上拾ってるのかな、ものすごい探し聞くんだ、キャッチは、でも実はそんなことがある、そんなことないですね、そうなんだ、ガヤガヤしてるように聞こえちゃうんだよ、そしたら、ほぼね、俺たちは普通に会話できる。あの集音マイクっていう特性なの、ダイナミックマイクって単一方向性っていうか、こう撮るの、だからマイクの向いてる方しか音が拾わないんだけど、こういうウェブカメラとかに内蔵されてたりとか、パソコン内蔵って全部の音を拾うようにしてるのね、だからね、ガヤ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 聞こえるの、そう、こう集音マイクって、で、配信者がつけてるこういうマイクあるでしょ、あれは単一指向性とか超単一指向性って言って、マイクの方向だけの音を深夜のキータムって、深夜にゲームうるさい、いやもうトイレ行け、帰ってくんなよ、おい
また X 証明書だ。 X 証明書だ。 配信できない。 X 証明書面倒くせえや。邪魔くせえ。でも帰ってくるじゃねえぞ。なんで帰ってくるの。失礼しました。怪しくない。すいません。はい、オレンジジュース。オレンジジュース。あ、でも今度は今度は誰でも。すいません。大丈夫ですよ。もうマイクの使い、これ多分 NC1 みたいな。もともと音響屋だったから。だからね、超配信者バカだなと思うのが、ダイナミックマイクって言って、カラオケみたいなマイクあるの。あれにポップガード、ブレスガードみたいなのつけてるんだ。丸いレコーディングみたいな、あれ全く意味ないの。カッコつけ、カッコつけ。撮ってます的な。知識もないのにそういうの出せよと思ったの、これは。あれはマイクの蓋を取るとわかるけど、こういうマイクある。これを取ると分かるけど、これがその綿がその機能なのよ。ここに綿入ってるでしょ。だからそれが一体になってる機能、これがマイクなんだ。でこれが息を集音する機能がついてるの。ここにブレスポップガードつけても意味ない。まさか PA やったの。バンバン流れてるの。 NG ワード、 NG ワード多いよ。幼女とか。コンデンサーマイクとかに必要な、ラジオとかの使ってもらって、ここに飛びさんわざつゆ女子高生。おい、ケーキありがとう。ホッケさん、ここまでいい。金曜日だ。金曜日だ。ホッケ200人くらいですか。カフェありがとう。そうですね。大原が、ひらがなの大原が言うし、大原が伝えたみたいな感じで、余計なところ切ってみげたりとか、あのフリーダンスで行ってますね。お金を切るのは早いんだから、いや、十分です。あの、切って貼って、文字入れて、こういうのぐらいだと、このなんか、サイズ量が違う。大原。そんなの使いたいのかってなったら、ちょっとお金使いますけど。こんばんは、ひでやさん。もしよかったらフォローしてください。ワドです。逆使いにくい。こんばんは。何が使いですか。NG ワードバンバン流れる。ただ、こっちの方ができることは、広がりますけど、こういうの作ったりとか、これできるようにはなりますけど。あれなんか人形を出したりとか、あれはどうやったんですか。あ、人形を出すのは、踊りみたいなのでもいいけど、あれ、自分で入ってます。あれは、あれは、フリーソフトか。我々もまたあるんですか。ただ、それもフリーソフト。ひらがな、カタカナ、漢字までは短いと思うんですよ。ローマ字までは足の綺麗にするのは、そういうフローと思ったりとか。うまくいけるのは一緒に。それも一体、ユーチューバーっぽい。ローマスが日本は。あれだったでしょうね。だから、キャッチバイ、この動画やってて。本当に一緒にやるっていう感じで。知らない。4月の中頃でいいですか。僕はあの今の一人です。風船ありがとう。チョコボールさんありがとう。ウルさんの配信面白いよ。アダルトかな。雑談好きな人が本当に一日店長でしょ。はい、仕込みも名前パーティモンとか少しまあ、勝ってる、とか。あ、いいっすよ、いいっすよ、やります。だからまあ、マスコット的に、あれっすよ、一日ショットと一緒ですよ。本格的に仕込みとかじゃないじゃん。ワッチで流してないんだよ、やめろ。すげえな、すごい。あ、いや、ギャラは払えないけど、それは少し還元すると、もし売り上げ上がったらって言ってましたけど、別に。売り上げを、おばさん出して、
ナンバーバッテリー。うん、そういうのはない。今までいる。まあまあ、これぐらいの電話かかる。それじゃないよ。あ、まあ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 。怖い。その辺集客の日なんてな。あ、そうです。出してもらって意味がある。お二人で集客しましょうよ。ね、なんか前ほど。あ、そうですね。一気にね、ゆみちゃんとはい、どうもー。あ、BGM ちょっと下がれますか。あ、大丈夫ですよ。もう手下げますから。はい、これが BGM なんで変更します。皆さん、どうしました、これ。これバカありがとう、ゆっぴバカありがとう。小林前をね、ご存知ですよ。金っていう字が欲しいです。ちょっと待って、BGM 下げてください。すいません、電話が。ありがとうございます。小林マウってなんか病気で死んだ人でしょ。ナオさんいらっしゃい、マオさんいらっしゃい。えゆうかもりさんいらっしゃい、メイデンさんいらっしゃい、呼ばれなかったらもう一回書いてください。ヨシコさん、インパクトさん、テンプラさん、うるさい、ポンチ、うるさい、うるさい、黙れ、パス。俺何こっちのものが大事なんだ。冗談でしょって。ポンタさん、別に言ったって東島さんが死んだ。俺一緒だろ。そんな情報出てないよ。これお前何だよ、臨場すんな、その新聞を使って。お前は謙信な。中村さんです。またそういう配信したのか。ダミーさんです。トミーさんいらっしゃい、アカリさんいらっしゃい、一見ボさん、ツイッターさんいらっしゃい、ファンコさんいらっしゃい。ダメだって、死人をネタにしたら。ペッペッパパさん、なんで小林マウとかそんなこと。ウーロンさんありがとう。こんばんは、セリカ。テレビが多分なくなったんですよ。だからこれに何が関係あるの。なんで死んだから何なの、その人は。元気じゃん。いいじゃん。ポッキーが、ポッキーがいっぱいコメントしてくれる。いや、多分初めてです。どれさんでしょ。1万人だから。ポッキーの中学で。いや、初めてです。俺は1回じゃん。それ見て、たぶん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 、そのリスナーの心が折れたからって言って、夜の広告がいろんな玉だもん。死ぬほど書くんだよ。全然ない。ほら、こればっかりは正論的に。こんばんは、みもり、いつもありがとう。すんこいらっしゃい。わざわざ、匿名さん、ちょっと帰ってください。これ、俺が邪魔なってんだったら、あっち湧くよ、これ、これ。最近、ミズニャンとかもさ、ネタにしてるけどさ。わかんねえ。伝えられるよ。エビゾーに、エビゾーに訴えられても知らないよ。あ、悪で映すから日本のここをカップやってる。知らん、全部が全部政治家の人すごいね。これこれが人気だからって何してもいいってわけじゃないからな。よし、これ一気飲みしろ。やんない、いけ。コウスケ、電話終わったの。一緒に飲まない。電話終わったの。BGM 戻すよ。じゃあ今回山田くん、はい、彼に発せるね。え、もう一杯わかりました。で、プレゼンして。やっぱハイボールもう一杯だよ。花火ありがとう。うお、すげえ、5個ありがとう。めっちゃダン。ミポリンさん、ミポリンさん、ミポリンさん。マジでユリがリスペクト。お二方の配信結構潜ってるので、二人コラボならこれコメントするしかないと思った。普段から打ってよ。どんだけ好きなんだって。おい、おい、新八は、新八は絡みは下手。何が。じゃあ俺絡みたい人として絡まねえよ。めんどくさい。そっからのオレンジじゃないから。小池ありがとう。いつもね、あんまりコメントしないです。今まで俺にやったことないなって潜って見ててくれて。髪だからできないよね。髪で遊べないって可哀想。
しかもゲームで激しいと格好悪い。光くんいるよ。目の前にいる。僕は負けてない。じゃあ本当にあのリスペクトしてる。わかるよ、バイさん。バイさんもうやってます。もう俺が仕事しながら閲覧中で朝起きた時に、仕事閲覧何時に見て、本性を部屋っていうね。はいはいはい。リスペクトする。お前リスケ、リスケ時代。そう、リスケ時代。職人リスケ時代。ごめんなさい。すぐレアなんで。すごい今日は光はちょっとオフモード。そう、僕はオフで外野から見たリスナーとして今日はリラックスしてる。いつもねカメラ回ると張り切んなきゃいけない。そうだな、俺はラブリスいらっしゃい。そう、楽しくださいいらっしゃい。一生稼ぐの知らないで僕はなんだっけ、俺はさ、なんだっけ、誰かに絡んで誰かの閲覧を吸いてるとか。光がここでなんかヒイラギリカに本名を言ったりとかしてやってたから、俺は永遠に12歳って言ってんのにルール守らんかったから、俺は閲覧と誰かキャスバーリアトツこないの。今なら和道も光もいるよ、本助も新八つも金梅もいるよ。いやいやいや、そっちも警察沙汰してたから。いや、警察だと関係ねえ。俺も警察じゃなかったから。全然全然。警察は父親さんの代わりを。窓とはいいんだよ。でも、俺ね。こういうところに来ちゃうと、知らない。違う、スポンちゃんも一緒に来てる。ただの、もう、どう見ても、どう見ても見られるやつ。いつも分からないもんね、この余裕。俺すごい、分かせられないから、じゃあ、やれるんだよ。じゃあ、本家はマジで閉めてるもん。もう、いや、もう、閉めないと。ああ、まあ、でも。誰なのか、いつでも、そう、いつも見る新宿に出るんですよ。撮って見えるんじゃない、撮ってんじゃない。ありがとう、ニボリン。あっち君は、結局クリーンな配信できちゃうから。確かにエビソーそれうまいよな。クリーンな配信ってか、それやるんだよ。今、フワちゃんって声めちゃくちゃない。やちくん、エビソー、エビソーかかる。やちくん、やちくん、こんばんは、市川さん。また葉っぱいっぱいいるよ。また可愛いのきたで、奥さんです。はい。あ、次は、ヨーグルト系が出なくて、おい、おい、配信切れたぞ。140分。はい、ちょっと待って。遠い。いちご系かな。はい、いちご。いや、何でもいい、はい。今新宿に帰るよ。これに弱せと。ケーキありがとう。ストロベリージュースみたいな。あ、美味しい。カルアミルク。カルアミルク。気になりました。酔わないで。ここ来れたんですよ。また？いや、ダメだよ。寿司屋行ったらダメ。この前さ、騒ぎすぎて怒られたと思う。無理だけだよ。お前が騒いだよ。お前が喧嘩売るから怒って。俺はもう4年ぐらい新宿中の方に引っ込みたいけどね。最近ちょっと新宿が好きになってきたから。友達が増えたから。何人は？お前が騒いだからだよ。俺に伸ばすからね。あいつはお前が飲みたいグレーを伸ばすから。しんどくない？そういえば成田首脳対決してる。あ、千葉。はい、ナーボート同僚な。もう本当に近いです。世代が違うんだやっぱ。東京出たら持ってた。いや、本当違いますよ。子供出たら東京来てた。そんなん誰がやったの。成田はちょっと遠いんじゃない。お互いまあでも1時間ぐらいで来れるんで。遊ぶところってイメージですね、東京は。買い物するときと遊ぶときっていう。体重3倍ぐらいあるイメージだと思います。ハズありがとう。少ない、少ないです、あんなにいっぱいいる。近所だよ。これはだから空がね、狭いのがすごい圧迫感があって、人が多いのも苦手。なんかね、田舎の方の時間がすごい好きだから、沖縄行くのすごい楽しみにしてる。ハイボール行くのに。光と心配違うね、自分で。すごい。余裕がないから、経済的な。ちょっと待って、ストーブ飲むしとかないと、本当に。ストーブ飲んでないじゃん。守りに入ってます。ストーブ飲んでないじゃん。大丈夫だよ、ハイボール。
思いますけど、この商売やってるんだったら追い込んでいかないと使ってる人も稼いでますよ。梅酒、今日は梅酒でまたいいもの見ますよ。あの僕も、レアなバイさんも、その都度お願いしますっていう人も、だいぶ分かんないから大阪毎月から年齢的にキャラ的に難しいですよ。僕ら許されるじゃないですか。金ない頼むって言ったらくれるじゃないですか。リスナーさん優しいから。でもドルさんの方が年齢上だったりするじゃないですか。ちょっと言いづらいですよね、キャラ的に。僕らはやっぱその、やっぱり40代とか年上のリスナーさんが可愛がってくれるんで、今ピンチだから頼むってやってるとしょうがねえなってね。それドルさん許されないもんね。誰も喧嘩して今はね、もう、ありがとう、リタグレで、ありがとう、リタグレ。すみません、リタグレと、はい、お前が、違うリタグレ。ありがとう、ヒカル君。いや、でも俺は、お前みたいな、やっぱ住むなら田舎がいいですか。住むなら、俺、四国良かったです。高松とか、四国行ったのは2年ぐらい前です。さっきは田舎の子だから。ああ、そうなんですね。釣りしてさばいて。はいはいはい、あ、すごい。でも、どうしたかっていうと、あと一つは、どうやって使った？あ、大丈夫です。どうしたかっていうと、ノマドワーカー、本当のノマドワーカーに憧れてて、ホテル暮らしっていうか、もう、気の見気のまま海外とかも行ったりような生活がしたくて、これやってるんです。だんだん叶ってきた。300万になるよな、それだけこう、フラット。今日フランス行こうかな。あ、そうそうそう。いや、俺のカードない。どこ行こうかなって。そうです、そうです、そうです、それです。やりたいの。お前よりは、ね、俺より。いや、俺より。そうです、そうです、そうです。空港に、要はね、みんな旅行なんだよ。そうじゃなくて、空港のこうやってボード見ながらポケーとして、あれ行こうっていう生活に憧れるの。だから俺、成田だったでしょ、地元が。だから、それに憧れてて、イメージトレーニングで、金持ってないし、アルバイターなんだけど、空港の送迎所を見ながらイメージしてた。あ、今からどこ行こうかなーってやった。それが理想なの。興味あるんだけど、興味あるから、お前より、なんか知ってる。いや、踊れないんだよ。そういうなんかこうスナッキンとか車トラジローとかなんだろう、そういう旅人っぽいっていう、そういうのがねいいの。あの古い辞書を引くとね、今の辞書には書かれてないんだけど、古い辞書には旅って検索するとさ、3つ4つ意味が書いてあるから、最後の方にね、不便なものって書いてあったの。旅っていう、今便利になっちゃってるのよ。Google もあるし何でもあるし。だけど昔の旅って命がけだったし、言語通じないし、その、ドルさんがよく話すんだけど、昔の彼女とデートするときに、その、雑誌の切り抜きを持って行ってとか、そういう不便さを味わうのが俺は旅だと思ってるから、そういうのが、かっこいいなと。だからラーメン食べに北海道行こうかとか、はいはいはい、ちょっとね、ちょっとラーメン食べて、はい、いいね、最高、憧れですね。ジャバさんはどっち？あとやっぱその全国に見てくれてる人がいるから、全国の人に会いに行って友達になって、あそこにいると釣りのうまい人がいる、あそこに行くとうまい肉屋さんの経営者がいる、あそこにいるとラーメン屋の経営者がいるとか、そういうなんか仲間を増やしていきたいと思います。ありがとう、ヒカル君。キャスバーだよ。あ、それは若いうちに。俺ドルさん最初見たとシルベスタスターローンに似てると思った。それ言うのは失礼。なんか彫りが深くて外人さんみたいな顔だよね、ドルさん。今日家でやるね、定例配信。あれ猫さんだ。猫さんどっかで見たな。人との出会いだっていうか、俺はいつも言ってるんだけど、好きな人と好きなことを好きな場所で好きな時に好きなだけやりたいって言ってるの。で、一番大事なのは誰とだと思ってる。何を飲むかとか、どこで飲むかとか、いつ飲むかとか、どうでもいいって言ってて、誰と飲むかの。
誰と何をやるのか。だからよく結婚できない人っていつ結婚したい、ハワイで結婚したい、どこで結婚したいとか、何歳までに結婚したいとかばっかりなの。でも結婚できる人は分かると思うけど、誰と結婚するのかが重要じゃん。誰と生きていくのかが重要じゃん。これはもう一つしか考えない。どの人と何をやるのか、いつやるのか、どこでやるのか、いつまでやるのか、誰と、誰としか考えてない。だって極端な話さ、仲間とだったら牛丼食っても面白いもん。ハンバーガー食ってても面白い。100円で DVD 見てるだけで面白い。極端な話、金なくてコンビニの前で喋ってるだけで面白い。アイコンです。やっぱりチャーハン事故が起こった。危ない、これ。すみません、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。おじいちゃんちょっと手元が決める。おじいちゃん大丈夫？今何年生まれか分かんないからさ。その誰と早く見つけるといいの？それはみんなだよ。しかもね、いい話してたらね、今ちょうどいいとこだったの。誰よりもリアルとリアルに捕まったりしてもう一つのパラレルワールドをね、演出してるんですよ、私は。お前そこら辺の大原より大原だいいの、僕の配信したいリアルタイプ携帯大丈夫よ。だいぶ前の話でしょ。無事だったお前やる、何が言うんですか、お前さんに言われるのやばいよ。おじいちゃんの上にパンチが、パンチドロッカーちょっとあると思う。あ、花火ありがとう、四つ徳目さんありがとう。誰が気になるの自分のリスナーさんとどうか。そこはほら、ハープショー。花火師さんを、いや、どうだろう、恥とも思ってない、お前が知られたくないから匿名で投げてるんでしょ。そうなんだけど、和道はハープショーと思って。あれはね、優しい人、あんま目立ちたくない。ありがとう。匿名が多いですね、花火投げる。みんな、ワゾワールの婦人部に聞いたの。要は、あの周り、ただ要は嫌われてるからね、多分ね、知られたくないんだと思う。嫌われたら俺は全国ネットで何百万人、何千万人だったから、全チャンネルになる。お前が何百万人、何千万人なので、ファンタジーが大原選手じゃなくて、俺は永遠の人生だったから。すごいね。全然あんだけ焼肉食ってまだ入ってる。どうもしてます。あれ入ってきちゃうんだよね、時間経つ。でも酒飲むと胃酸がすごい。それは俺言ったら胃酸が強い。あ、そうか、おえってやった。高齢性が出てきて、おめでとう。寿司だよ、寿司。年齢とねえの。寿司やばい、ちょっと前回やばかったもんね。毎回毎回なんだ。寿司はもうフラグなんで。寿司はこれ。やばい。いや、俺やっちゃう。なあ、人が食べてると寿司普段食べないの。そうだなと思って見ててさ。俺ずっと食べちゃう。大盛り。大盛り。ショードとか、謎のドリンクもあげたいです。しかも、ショードとか、お前とか、めちゃめちゃかっこいいと思ってるんだけど、顔はかっこいいよ。最初しか基本カメラ回ってないときおとなしいよ。タイプが2パターンいて、岡村隆史タイプ、あの松本人志タイプっていうか、舞台に出ると喋るけど、楽屋とかプライベートはずっとこういうタイプ。と、もうさんまさんタイプ、石川のりゆきさんがこのタイプなんだけど、ずーっと喋ってるタイプ。二つに大体分かれる。深夜大阪で人気だな。深夜気に入りすぎやな。心こいつだけそれご利用してる。ではないんだよな、この番組では。知名度が、テレビ朝日で、こっちでは別だよ、だけど、一般的に。このメンバーどこでやったって、みんな知ってたキャスだって。寿司屋がいい。誰？いや、寿司屋。いや、早いよ。ビンゴとどうぞ。早い。酔えない。ビンゴとどうぞ。ちょっとやれない。切れないって当たり前だ。あ、ビンゴと嫌派です。ビンゴと嫌派でしょ。嫌派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 。嫌やっつもやっつもやっつも、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 やっつ
朝方の寿司屋で行けないよ。何やってんの？面白かった。なんで俺が何をやってるのか伝わらねえ。何やってるか全部見えるだろう。バカだろ。今日は同じことはしないよ。自分で考えてもっとコメント打てよ。何やってんの？見ろよ。お前の目は節穴かよ、バカ。ヤマト君、はい、こんなカクテル、ゲミの上で聞いてこんなしょぼいカクテルは無限に飲める。わかりました。多分新八さんのカクテルはこんな感じだろうなと思って。ああ、いやイメージさっきのどうする。ナトビありがとう。梅シロップでイチャモつけてるよ。わかりました。ナトビありがとう。トコメさん光には強いお酒。俺は飲むとき飲むって感じか。光じゃないわ、ポンスケだ。風俗飲むとき飲むが好き。ポンスケも強い。ポンスケも酒の味と食い物の味が混ざるとわけわかんなくなる。名前もわかんなくなったわ。ヤムト君これバナナ。違います。ノルさんコーラ。マンゴー。マンゴー。あ、マンゴーか。いや、憧れてる。飲んでも変わらないね、俺は。どちらかというと笑うタイプかもしれない、酔っ払うと。本当に3年前から。でもね、相当これなんか10杯飲んでも酔わないよ。めちゃくちゃ嬉しいんだよ。絶対酔わない。おい、正面飲んだるわ。ちょい。正面飲んだるわ。金魚かお前。なんかコップに入れてわ。それはダメだ。おい、反省しないのか。もう一回チェック書いていくよ。中村氏行くかお前。もう一回行くか中村氏。もう嫌だ。怖い、ごめんね。冗談だから、ね、本気にしないでね。ごめんね、初見さん。ご褒美ケーキ、ここありがとう。アイテムありがとう。どうしたの？これ、フワッチ関係ない。フワッチ関係ない。全然関係ない。おい、うざい。でもね、俺はフワッチに恩返ししたいよ、本当に。いや、俺が稼ぐことはフワッチに恩返しになるんだよ。だって、フワッチで人生変わったんだからさ。半分取られるの嫌だって言う人いるけど、わかりました。フワッチいなかったら俺食ってけないんだよ。最高の酒ね。僕はハイボール。やっぱね、俺がってなったらダメだよ。なんか商売っていうか、なんかうまく巡るんだよ。だからそのいいシステムとか仕組みを作った人は稼いでいいんだよ。シラフでも映してるの頭変わんないし。バイサギここありがとう。フワッチのリスナーも好きだし、フワッチの運営も好きだよ。ノルさんからいらっしゃい。サキさん、和道です。よろしくお願いします。もしよかったらフォローしていただけると嬉しいんで、初見さんぜひフォローしてください。ふわっちは配当がいいと思う。あのね、実際半分って言われてるけど、あの8800円で、10個で、さらにあの1000円分の花火がついてるから、計算したら3割、3割運営が取ってると思った方がいい。通常のアイテムは5割なんだけど、まとめ買いすると3割ぐらいしか取ってない。ありがとう、花火ドーン、ペイ、あざす、花火ありがとう。今日稼ぐね。最近なんかめちゃめちゃ可愛がられてるんですよ。すごい稼ぐ。超ありがたいです。本当に。だって僕今だから言いますけど、あの最初の小飲食の時の集まりあったじゃないですか、うん、あと僕1000円しか入ってなかったんですよ。でみんな飲み食いガーしてたじゃないですか。僕ビール1杯で全然焼肉手つけてないんですよ、うん、なんでかっていうと自分の分しか払えないから。だからもう本当に食うの困ってて、でも放送中にそういうのも言いづらいから、どうしようどうしようと思って、だからサーって抜けて銀行から金を下ろして、スワッチでペックスで、でなんとか5000円ぐらい足りるかなと思って、ベンドさんがおごりながらいいよって言ってくれたのに、もうすげえホッとしたの。それくらい貧乏だったのよ。超ありがたいです。本当人生変わった。ヌスケ、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 ヌスケ。え？ワドチャーハン食いに行こうぜ。ワド。じゃあ一斉一斉。やっちゃう。やっちゃも行こうぜ。ボニー目の前で。逃げんの。聞かれていいや。じゃあ脱落したのが。
今ね、ふわっちゃって花火あげるときにボーンプリッツってかけてたワゴンさん、ベンジャンプバルバルだよ。いや、ピッキンマイさんもそうだし、みんなパクってる、うん、あれはでも当たりだよ。当たりだけど、俺も新ネタ使ってますから、そう今日からふわっちよ、はい、それまた流行るね。そう、また流行るんですからね。パクらないでくださいよ、皆さん。ドーンペイめっちゃいいんだよ。また新しいの作ってる。花火ありがとう、特命さん。ドーンはい、さらに上行くんだよ。あ、行くんだ。俺は早く、カルの真似して。カルの真似。どれしかだよ。ドーン、プリしかだよ。いや、もっと上行くんだよ。また新しいのね。バイサー。バイサー。何この人は。何のこれは。バイサー。ドレスさん、やめてください。ドレスさん、やめてください。バイサー。バイサー。ドレスさん、落ち着いて。落ち着いて。ドレスさん、落ち着いて。やっと。やっと。ドレスさん、やっと。いつかのアイドルのあれ VTR で花火ありがとうね。アイドル VTR ね。え、シャンマンも大好きで、俺シャンマンきっかけで放送を始めたの。おい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 ありがとうね、とちゃん。メイキン肉だよな、ほんと。あーあー、何やってんの。俺じゃない。いや、今のは俺じゃないよ。違う、ドレスさん。ドレスさん、俺じゃないっすよ。ドレスさん、マジか。何やってんの。ごめんなさい、マジか、これ。ごめんなさい、ごめんなさい。マジで今のはドレさんだと思う、俺。新八丁、新八丁、遅そう。山田くん、新八丁暮らし終わったから全く去ってない。店員さんの駆けつけ早かったもん。多分絶対こういう事態が起こると思って、おしぼりとか待機してる。そう、すげえ早かった対応が。すごい早かった。神対応だったよね。ああ、ね、絶対こいつら怒るって思う。もうそろそろね、もう二度と来るなって言われてもおかしくないよ。そろそろブチ切れられてもおかしくないよ。もうね、胸ぐら全員掴まれてバチーってやられても、うん、そうだよねってなるよ。マジか。マジか。やっちゃ危ないよ、俺持っとくよ。怪我しちゃうから。マジか。マジか。もう本当に、ちょっと光るかと思ったよ。どっちが悪いんですか。どっちが悪いんですか。どっちが悪いんですか。やめてください、マヤさん。マヤとかやめてください。おしぼりあと3つ目です。ここで使うの。ごめんなさい、すみません。いいから触んなくて、触んなくていいから。やっちゃダメだよ、女の子に。お前やらせんな、お前。手切れるんだから。いや、これ全部ぶちまけて。ぶちまけてどこに。ちょっとぶちまけて。いいよいいよ、ぶちまけて。すみません。まっさら俺のせいにしたよ。自分でやっといて。やっちけ。そんなんじゃ。あ、エリちゃん、風船ありがとう。こんばんは、楽しんでて。はい、はい、アイチューン、アイチューンさん。アイチューンもいる。アイチューンたまに来てくれるんですよ、最近。アイチューンいあれ、爆乳アイチューンは変わったの。爆乳アイチューンになったんだ。でもアイチューン古いっすよね。ずっと子さんっすよね。でもない。これ、ゾルさんの中でずっとアイチューン、アイチューンって言ってるイメージがある。そのためのお芝居です。アイス。はい。ガラス。はい。サンタクロースみたいな。来たぞ、来たぞ。やっちゃおう、やっちゃおう。あ、でも、1ペーブン危ない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 。ありがとう、キャサリン。あ、トンサツありがとう。サンキュー。おしぼりいる？まだいる？おしぼりいる？配るよ。あ、ありがとう。配るよ。おい、やっちゃおう、やっちゃおう。しぼり持って。花火ありがとう、見える。これありがとう、みんなありがとう。お前のやつよ、お前のやつよ。お前のために使ってくれた配信者のチミドルカクテル。配信者の墓場カクテル。今日は勝ってね。いいことですよ、これは。
ジャグラーばっかじゃん。あ、でも甘い。甘い。まだマンゴー終わってないけど。どんな味すんだろう。え、美味しい。素晴らしいじゃない。これなんだろう。カツコツは素晴らしいことですよ。今わからん、わかるぞ。今ポンスケさんがここに座ってる。長い時間落ちらっしゃったんだろうなということだけは分かる。なんだろうこの味。いるよ。そうなりますよ。身におかしくなってる。ハイボール。寝ている時にじゃんじゃんハイボール。その感じは。ハイボール。だって今日飲んじゃうと夜放送できないんだろ。何で やっちょは死ぬまで飲め。酔わないって俺もう。お腹がパンパンなんだけど。やっちくん。やっちくん。ごめんね。やっちくん。ほら。やっちくん。やっちくん。やっちくん。酔わすからダメなんだよ。やっちくん。なんでやんの。あ、おやすみミュール、ありがとうね。また明日。ここまで暴れる。すみ。すごい飛んだ。うわー。はいはい。うわー。来てるなー。やべー。来てる。来てる。来てる。やだー。スイッチ入ったなー。スイッチ入った。やっと。すごい。やっと。マジ。デイスイおじさん。うわー。デイスイおじさん。やめようぜ。やめようぜ。やべーの。ほんと。長いですよ。ほんと。ゴミ配信者どうですか。いやほんと入ってるのかつくんで、大原、山崎、あの、市川、もうみんな、ゴミ配信者毎回鼻毛出てるから。そうそう、店やったらバカやった。リスナーさんに対して、腰になると変わんないぐらい俺鼻毛出てる。ゴミやったら、出してる。おー、ありがとう。ハイボールでーす。ハイボールです。あ、そういう音楽とかして、クラブミュージック。ほぼほぼ。あ、どんどん後ろだ。ローマンクラブ。しょうもねえ。無限に飲めるから。無限に飲める。無限に飲めるやつ。山田くん。そこからめっちゃ持ってたんだよ。酒が足りねえって。ちょっと待って、やだ、一番…じゃあ、あのね、やだ、これね、ホルさんの話聞いてると、セックステクニックはどうこうとかなくて、ナンパっぽいんだよ、ちょっと。だから、もうナンパっていうか、そう、モテる、なんていうんですかね、わかりますそうね、若い時に一緒モテたっていう。隣の人に関係ないだろ。遊び人なんだよ、多分ドルさん、根が。あの、その時代、その時代の、昭和のプレイボーイっていう感じ。なんかわかるっすね。一応つまんねえよ。いや、それよって派手には存在ない。誰かが酔いつくバブルとして、お前が偶然持ってたよ。だバブルかすってないじゃないですか。終わりかけじゃないですか、バブル。それ日本にならず。あ、そっか、わかる。なんとびありがとう。なんとびありがとう。酒の飲み方を知ってる。これはディタグレ。ディタグレ。今期はそこで感動しなくていいから。わかるわかる。わかんなくていいから。酒の飲み方知ってる人が共感しなくていいから。降りれねえ。俺はそういうタイプ。降りれねえ。言わないから。なんかドレさんが黙ってるとなんか和製007みたいなやつを、ちゃんとね、ドレさん理性保ってジェームズ・ボンドって。いや、理性保って。あ、でもジェームズ・ボンドって意外とスケベなキャラ役割か。スケベスケベキャラなんだよね。そう、あの、言ってきて、俺に言えば言ってるやつには言われてないよ。もう本当申し訳ないけどね。俺も昭和だもん。俺昭和60年だから。
最後の世代よ。ヒカルくん平成まだ昭和、ま、だ昭和63年3年だ。はい、63年だ。ヒカルくんが最後の世代ぐらいじゃない。ボンビが3月6日僕3月6日ぐらい、3日しか違わない。完全にほんと3日ぐらい憧れてた。やっぱ同年代で、だから俺も関慎吾とか石川紀之とか野田総理とか同い年なの。でも全然それ違うじゃん。気持ちわかる。すごい。そう、やっぱ同世代ね。同世代いないんですよ。2人しかないんですよ。あ、そうなんだ。わかる。だから俺も慎吾さん会うじゃん。やっと会えるって感覚あるもん。そうです。やっぱそういうのあります。同世代あるんだろうね。はい、ある。スカノリユキなんかどうひっくり返っても勝てる気しないもんね。あんな面白いの。バケモンぐらいに本当面白い。なんかこの喋りの本質みたいなの違うんだよ。すげえと思って楽屋とかで。これはねもうね、これ決めてこの同じ T シャツだけ着るって決めたの。でこれがね20着ぐらい家にあんのよ。でこれ無印ファミリーマートで売ってる無印の T シャツ。もうなんかその貧乏だったからこういうところにお金かけるんじゃなくて機材とかにお金かけたかったから、もうどこでも手に入るコンビニのファミマで手に入るからいいやと思って。そう、だから黒い T シャツはもう無印の、そう、ファミマで売ってるのしか買ってない。全部捨てた。そしたらね、覚えられやすいじゃん。いつも同じファッションだと分かりやすいじゃん。あー気持ち悪いわ、気持ち悪い、気持ち悪い。あの、でも、お前は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 、めっちゃ気持ち悪いって。お前が気持ち悪いの分かるけど、無印、無印。ファミリーマートで売ってるよ、コンビニで。でもね、ジーパンはユニクロだったんだけど、穴が開いてるのね、破れてる。違うんだよ。あ、リーバイス買おうかなと。中学生みたいでしょ。やっとリーバイス着れるみたいな。そう、もう同じ服、黒いジーパンしか持ってない。黒いジーパン。で、あの、リーバイス。しようかなと思って。クロールってありがとう。俺は無理だよ。ドキドキだ。うまいなとこで出来上がって。ドルさんいるよ。誰だよ。スティーブン・ジョブズって誰だよ。スティーブン・ジョブズ。大体合ってるけど。あ、やばいね。スティーブンじゃない。スティーブだよ。スティーブン・ジョブズなんですよ、正式は。あ、そうなの。それを略化してるんです。マセさんごめんね。マセさんが正しいの。スティーブンなんですよ、実は。本名。それをね、CEO やるときにスティーブンに変えてるんです。ユニクロのデニムね、ユダヤ系の名前が好きだね。そう、コメ版じゃなかった結果。でも、ビル・ゲイツのあれもそうですよね、ザッカーバーグコメントじゃなくて、ウエーさんから見たのはザッカーバーグはもう怖いもん。だってあれ、あれですよね、なんだロッチャイルのまだって噂あるんですよ。本当なんですか。本当なんですか。わかんない。おい、世の中支配されてるんだよ。フワッチの王様の新やつ。フワッチで俺渡してた。これがコメントで優秀なんだっけ。これが誰も連絡くれないところがこれがある。キラキラ、このキラキラコメント。あれは父親殺害容疑。ドルさんね、俺ね、知らんの。俺、ドルさんモテるの分かるんだけど、時代が変わったのに、ドルさんが時代に追いついてってないんだと思う。まあね。要はね、絶対モテるの。もう、俺、のんちゃんと何回この話したか分かんなくて、超、絶対モテるんだけど、あのね、そう、そう、
ドレさんはね、しゃんだよ。昔モテる風の感じのノリなんだよ。現代っ子がね、とっつきにくいって。トレンディだ。トレンディ。もうね、基本トレンディだよ。でも僕、これ仮説を立てたんですよ。あのドレさんがそのイメージしてるキャラの中に絶対俺サイバリオ入ってるっつったら、リスナーが絶対そうだって言ったんですけど、どうなんですか。サイバリオ、サイバリオが入ってるんじゃないかっていう。ドレさんシティーハンターの、シティーハンターのサイバリオ、あんまり読んでない。あ、そう違うんだ。なんかこのかっこよくて持ってるあれなのに、なんか下ネタでもっこりリオちゃんみたいなキャラじゃないですか。だから実はドレさんはサイバリオになりたいんじゃないかっていう説だったんです。何このボズキの他人。私は違うけど、それで好きな人は好きなんじゃないのかねっていう他人事。なんかサイバリオっぽくない。なんかドルさん鑑賞用おじさん。まあそうだよ。あ、実際近くよりのやだけど、まあまあ見て見て。でもなんだろう、なんか僕はそのやっぱドルさんの枠朝方に見るんですよ、最初は。なんかで、思考は多分ドルさん寄りだと思う。ドルさんと多分全く結構同意してる。そう、本当に思考はそっくりなんですよ。全くドルさんが言うとすごい理解できます。それでもうなちゃんマンにも同じこと言ってたじゃん。やめてうなさんの思考分かるって言ってた。うなさんは着拳されました。だいぶ前にも着拳されて分かり合えなかったんだ。そう、俺が絡みたいのにラブなんだけど。そう、着拳されます。まあ、はい、しがらみがあるんだ。しがらみを、なんかね、住んでるだから一回そうしたいんだ。いや、もう俺、もう4回、5回されてます。好きだから、好きな人は、俺の、何俺と似合いな感じだわ。ちょっと求めて。あ、黒いのちゃん、ありがとう。だって朝5時に、突然、うなさんがメールかかってて、僕はもう寝てるんですよ。で、うなさんは配信やってるんですよ。で、結局僕が電話出て、どうしたんですかって言ったら、お前ともう関わんないからな。えって、何があったんですか。何が俺も分かんない。YouTube 見ろよって言って、いや何が何だか分かんないって言って、とりあえず分かったら分かりましたそれが分かんない。なんだっていう、全く本部入ったんちゃう。いや、裏の悪口言ってたもん。いや、全く悪口も聞こえてないですよ。人の悪口も聞こえてない。人の悪口言わないんだ、配信。うん、分かる分言わないタイプ。ここでうなちゃんやって結構やる。いや、でもね、お前、ドレちゃん見てる。最高だったよ。いや、お尻の時でしょ。いや、俺だから超すげえなんで。いや、もう、いや、すごかった。いや、でも、リスナーの、もう楽しんでるじゃないですか。その、なんか、もう、ドレさんにたまりたまったものがあって、そう、なんていうんですか。おい、この野郎って、俺はこうだぞって。もう、マンコにしちゃった。具が見えてる。あ、ありがとう。でも俺、ああいうシャンマン好きだけどね。まあね、元気がいい。なんか面白かった。俺が言うまでもねえんだよ。あれ面白かったよね。あいつらに発信があるよ。カクテル悪のよりするわ。おしっこい。しかもらない。どれ？ただのって言うの、ただの。ザラのワゴンセールだったんだ。ザラなんだ。ザラの T シャツあるじゃないですか。デザインめちゃめちゃ好きなんですよ。で、奇抜じゃないですか、派手っていうか、絵がすごいんだ。なのに素材が傷みやすいんですよ。なんかすごいいい素材じゃないですか。薄くておしゃれな。だから洗濯機回すとすぐボロボロになっちゃう。そういう今好きな入ってきたの、はい、ユニクロみたいな。はい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 。何言われてないですよね。デザインこんなかっこいい。俺スペインで服買いたいもん。超かっこいいザラの T シャツ。よし来いや。来い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 。はい、マドツー。はい、山崎の完全に。これやっちゃうんだよ。ハイタワーに入ってこいよ。新しいやつのかっこいいのも、ヒカルも入りなよ。ヒカルも入りなよ。今日はリスナーとしての立場。リスナー、ヒカルもこっち来いでよ。俺はいいんだよ。ヒカルだけ疲れてない。喋ろうぜ。疲れてるんじゃない。こいつ話するわ。何
まだ NG ワードされてるのか。やめろお前ら。34歳。カルトのでもマジで嫌がってる。 NG ワードを書くとブロックする。おいどけカス。誰俺じゃない。当たり前じゃん。和道さんの俺やるよ。俺やるよ全然。俺買うよ。カス俺買うよ。言うわけないじゃん。俺買うよ。言っとくけど。いやいや買うよ全然。強いよ。いや強いの知ってるけど、全然カス弱いから俺買うよ全然。言ってないじゃん。全然買うよ。ただのカスじゃん。うるせえよ。何なんだよ。なんでそんなキャラになっちゃったわけ。だってさ、会った時さ、全然いい感じでさ、ウイスみたいな感じでさ、なんか、いい感じだったのにさ、カメラもあるとさ、すげえなんかカスとかさ、すげえ言ってくんのよ。なんでこんな嫌な感じなの。しょうがない、もうカメラもあったし。なんでそんな感じなの。俺はこういうキャラなの。超やりづらいんだけど。誰でも、髪の毛に来てた。俺全然買うよ。俺買うよ、マジで。ヒカルが寂しそうにしてるぞ。音がすげえ先から煽られるんだよ。楽しんでね。楽しんでね。こういうキャラだ。 What's up? Yeah。 そういう感じなの。すげえ好きだったのに、なんかすげえなんか嫌なんだけど。ザラいいよね、シンプルで。お前がなしていつもの偉そうに、お前やいつもの偉そうに言ってよ。いつも雑談配信で、俺はリスナーで大事にしてるからやってよ。見に来たんだよ。どうしたのでかいよ。いや、絡むかな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 。これだけ入って、いや、ピンしてんなと思ってたけど、お前たかちゃんの家に帰るんじゃないの。これやろう。こうやろ。あ、でも1時間しかない。あいつ両手っかい。ドルさん稼いでるしね。めっちゃ稼いでるしね。今月100万円は、ね、すごいでしょ。ライターは5個しか捨ててないから。クソドルじゃなくて、自分のグッズクソドルじゃなくて、なんかすげえわけわかんないけどクソ稼いでるから。めっちゃ富裕層に受けてる。ブルジョー階級のグッズ。ブルジョー、ブルジョー階級。俺じゃない。もうリスナーさんがすげえもうお金持ってる人ばっかりよ。負けないからこそブルジョーに受けてる。だって本当にステゴロ始まる前まで本当いくらぐらいでした。ぶっちゃけ他の配信が来て、いや違うよ、3万円くらい。半年で3万円ですよ。半年で3万5000円だったら全然稼がんと。そう、今100万とか稼いでる。なんで蚊帳もそうなの。で、なんかちょっと様になったような感じで、あ、パラビアルが違う、全然もう明日がいた、明日がいた。俺の TU だから。いや、別に俺謙虚だから言うてても、ありがとう。クリーンだろうから知らない。ニャンに変えてもしようと思って。いや、俺ニャンに変えてたらぶっちゃけ見づらくなったよ。埋もれるのが良くない。わかるわかる。自分の壁に埋もらないんで。なんなの、あのニャンは。どっから来たんすか。下っ端とか関係ないの。こうやとかじゃないの。こうやとかブイブイ来てるだろ、俺らの。あとは、もっちゃ上を売れていけるな。おー。またりともブロックしてる。いや、まだ全然ブロックされてる。ブロックされてる。話も聞いてるし、配信も見てるし。聞いてるし、もっちゃん。もっちゃん。もっちゃん。二人から嫌われてる。関係ない。配信者は孤独だろ。別にサラリーマンじゃないんだから。育ててくれた。まあ、ツバニャンきっかけですもんね。平等だろ。ヒカルが中継とか動いても関係なしに、だから俺平等だから。なんか俺ポンスケさんのキャラつかめないんだけど。そうやって、すげえなんか気のいいあんちゃんだと思ってたら、もう今日なんかすげえやかられるんだけど。なんでそんなやかられるの。すげえ噛みつかれるし、カズだのなんか雑魚だのずっと言われてんだけど。どうすればいいの俺は。100万くさいと負けない。え？それで俺らに遠慮するの。遠慮当たり前じゃん。こいつ、まあ、絶対あの俺にボクシング教えてくれたから、30分前に俺にボクシング教えてってから、お前今なんだろうって言って。マジ？一緒やんの？本当。まあ、みんな見せる。
この美しいカクテル、そう、30分前って楽屋の話ですよ。だけど、お店のこと、全部やる。だって、楽屋で、マジだよ、これ。本当に、みんなピリピリして、シャドウとかやってる中で、なんか、ケバブかなんか食ってんの。で、ベンゾ、あの、エビゾウさんが止めてんのよ。お前、ふざけんなよ、つって。お前、みんな練習してんだろ。着替えろよ、とか言ってんのに、関係ねえよ、とか言って。なんか、リスナーさんに、なんか、アイス買ってきて、とか言って、なんか、なんか、アイス食いながら。これは弱い。ほんとすごいよ、ね。弱い。ヤマト君。でも、あれを、弱いんですよ。変わりました。足使って回ってボディーと全然アルコール足りないわ。全部やったスイッチしてストレートまで。これもうエンドレスもないよ。あ、すごい。気をしちゃうのか、空気を。マジでやるの。アルコール A の糖分ベンドさん、メンズはメンズは強かった。ハイボールください。いや、でもそのマスルがこれだもん。あ、金髪を飲んでくれんだ。あ、ボディーツやもう無理って。ヤマト君のスペシャルカクテルね。めっちゃ弱しちゃう。だってさ、いろいろ入ってる。弱れたんだよ。終焉だよ。あ、折れてんの。俺ひびはマジマジ飛んじゃう。だってあれだもんね、本気で、あの会、あの閉会式みたいなのあったな。だけど海老蔵さんがなんか冷や汗出したからこれマジでヤバいんじゃないかみたいな空気あったけど、本当にヤバかった。うーってずっとうなられてて気持ち悪い気持ち悪い。俺よりも一番ヤバかったろ。そうだね、ワドさん強い。ワドさん、いや、もう始まる前に言ってたし。いや、ワドさん、なんでそんなに意気込んでやってるんですかって聞いたの。そしたら、いや、これ負けたら、一生やらんだよ。絶対やだもん。絶対負けるのよ。マジで負けたくねえもん。ずっと言ってたの。ずっとアップして、本当に、あの、ここまでガチな人、多分いなかったもん。多分、それ頃1位多分ガチな人、多分届いた。それでしまいに負けたかったよ、俺。こんなやつに負けたら、絶対一生やれんだよ。俺絶対嫌だもんって。いや、それでめちゃくちゃプライド高い人なんだなって思って、いや、ああ、やるなって思ったもん。負けたくないと思って。案の定負けちゃったから、フラグだったんだよ、あれ。楽屋でずっと黙々とシャドウやってた。死ぬほど、マジ、ほんと。雅の次に一番ハッピーする。そう、マジ負けろ、マジ負けろって。もう、ほんと頼む、負けてくれって思って。あんなじゃ負けてくれて、ざまあ見やがれ。どんな顔すんだろうなって思ったらこれや。どんな顔すんだろうでも負けたくないですよ。いや、あれは負けたくないですよ。負けたくない。同じ配信じゃね。うん。でも勝てる勝てるって言って、本当に、なんか、気持ち強いなって感じたもん。余裕だよっつって、ケバブかなんか、丼かなんか食ってて、レンゾさん、マジ切れしてたの、超笑った。お前、やれよとか、みんな、はっと見てんだろ。あの、配信上で見てる人は、あの、ドレさんかっこいい、ドレさん強いとかって思ってるでしょ。俺は別に、金杯の弟子でもないし、俺は金杯人とも。ゆいがサルーとか言って、ゆいが西の人だよ。ゆいが大好き。試合終わってすぐゆいがんとこ行って、俺の試合どこだったの。そしたらゆいが真面目に、もうちょっと足開いた方がいい。それ奇跡で言ってたの。もうちょっと。あそこ真面目なんだ。俺大爆笑した。それ面白い。絡めてんだ。うん、それ面白い。ね、コースク、面白かったよ。面白かった。お前のば、お前が出れって。あの、本当は説明しかないな、三流。俺が、そう、あの、俺がね、焙煎なわけに、すいません、パイセン、あ、捨て頃見ましたか。俺の試合の点数何点でした。ポースケ、もういいわよ。70点だな。え、どこら辺で70点だったんですかって聞いたら、いや、もういいよ、どういうのだったんだよ。動きっすか。あ、体力もあったのわかるし、あの、結構動きっすなんだけど、まあ、いかんねんよ、格闘技経験ねえから、まあ言うて、ああいうのがベチョビだな。な。まああの、格闘技、偽赤みたいな感じで、揉まれちゃってんだよな。お前もねえじゃねえか、言うたってさ。え、あいつも格闘技じゃない。いや、でも、アイスアルコールの人が、燃えてる。すげえ。小学校、中学校の頃に、すげえ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 、じゃあ俺じゃない。アイステンが構えがどうこうの。すごい。え？じゃあちょっと飲んでいただいて。飲んで。
パイセン好きなんですね。熱っ。じゃあ、何してやってるんですか。熱っ。正直高いみたいになるわよ。それはそう。まあ、それはそう。あんたも、あんたも、もう、だけど、だめだよ。デタラメなの見てるから、もう、そういうことある。普通の絡みづらいちゃうみたいになる。ハートプレゼントありがとう。ちょっとネタとか大変じゃない。本気で面白い。そうそう。だからそう。だから面白い。だから面白い。ライターの千葉ジェンドって俺の方がすごいって言う人。これはやばい。どっちも使い捨てだから。アルコールは。いやそれ俺聞いたけど。いや。パウル2500円で向こうで売ってるって言って、いや俺も手ぬぐい売ってるからってパウルのスタッフあんたもあんたよ。いやうちの1500円だから、うん、いや1500円、うん、手ぬぐい買いって手ぬぐい売ってんのって嘘だろって思ったけど飲んだことないですこれマジで。あ、YouTuber やってやばい。ちょっと飲んでも分かるこれ。宮優さん、ポンちゃん。やばいっしょ、これ。これはやばいよ、マジで。はい、宮さん。これはね、キャスで米バンキャラっていうからね、ごっつえしか覚えていけない。なんかさ、ありがとうね、この間。っていうか、でもさ、みんな台本、台本散々言われたらさ、これ見ると台本じゃないの分かるんですよ。これなんだよ。100キロに5キロガンガン食ったらさ、やばいぞ。だってあの金梅さんも金梅さんもここ真っ黒なんだよ。胸がさ、みんなほんとボロボロだから。これやばいな。マジで。やった方ですもんね。マジで飲んだら。無傷したの俺は。だけ。本当無傷ですよ。これやばいよ。もう一口でも。あ、でも混ぜたらもう大したことない。混ぜたら大したことない。あ、後ろ姿の写真。やばいな。あれ売れてなかった。火がつくほどのアルコール度数。混ぜたらもう大したことない。はいはいはい。あれはいい写真。もうもういけない。泣けるぐらいいい写真なのに、下水話してる。いや、ポンスケにも同じやつお願いします。ポンスケにも同じやつ。いや、お前が飲めないからいいわ。これを飲もう。いやいやいや。花火ありがとう。これも飲むから、お前も飲むから同じやつ。じゃあ、バイさん、もうやばい。あ、うまいよ。バイさん、これやばいって。来てくれよ、これは。さっきか。もう来てる。もう来てる。ドラさん、最近ちょっと、ルーイ入りたいとかさ、なんか、お尻芸を、お尻芸をさ、俺さ、ドラさんの魅力そこじゃないと思うんだけどさ、煽り芸、キレ芸、お尻芸。じゃあ、俺は、火がつくもののアルコールだから。そう。ワッチのランキングシステムに物申した。あ、危ないです。あれだけ一回垂れたら、一応ね、タケタのやつが上位です。垂れたら、全部火のアイテムで火が。だったらアイテム別のランキングちゃんと作れる。それがあれなんじゃないの？ビスワンで。やばいわ。やばいわ。一日じゃなくて。燃えてます。え、で、金が入ってくる。ワード、ワードこれ見て。な、うわ、すげえすげえすげえ。すげえすげえ。やべえ、火がついてる。奴隷食堂とワードも飲んでる。なんで今カメラ回したのに吹いちゃうの？リスナーさんに見せたかったんだけど。ダメダメ、それ、手につくよ。うわ、すごいすごいすごい、ほら。火が。あんま伝わんないかもしれない。アルコールランプついてる。すげえ。これあんま火つけないアルコール飛んじゃうよ。いや、そう簡単にはしてもらえない。え、これ、なんてカクテルですか？これはオリジナルですか？オリジナルです。ゾンビだ。ゾンビ。今までで一番強いアルコールと。腕が良くないとこういうのに。これちょっと一口飲んでいいかな？これみんな一口飲んで。みんな飲んでみます。やばい。多分ね、お酒。ないようにお酒の革命を感じる。僕からいいですか？多分ね、一口でわかる。一口で。あの、こんなに酔えるんだ、一口で。飲み口が熱いから。そう、まあ、サワーを受けてた。エビゾー。はい。エビゾーっぽいよ、マジで。これは気をつけろよ。かわいい、今日も。そう。かわいい。これ、昨日したらやばいよ。俺これ飲めないかも。飲めるかな。負けた方がいいんだね。そんなに熱い。熱いです。熱いよ。今火つけたんで。あ
ずっとつけてたらパーンって割れたりしない？いや、大切なんで、それはないですけど、ただ唇的に、あの、中身の砂糖が凝固するぐらいあって。もう大丈夫。え、これ何、何お疲れ様です。お疲れ様です。山さん、お疲れ様です。お疲れ様です。やばいよ。気をつけて。まあ、強いの、お酒。え、これ飲めるんだったら全部飲んでいいの？今飲んだらすごいと思う。一口だけ飲んだら。飲めるんだったら一口だけ飲んで。俺は全部飲んでる。あ、ダメだこれ。やばい、一口だけで分かると思う。胸が焼けるような。そう、全然いける。いけますか？じゃあ、いってよ、いってよ。あ、でも、一気は。いや、俺いける。いや、俺はこれ飲むんですか？うまいよ。どれさん飲まないと。俺飲んだ。これ一番上なんすか？俺飲んだ。一番上なんですか？一番上、俺飲んだから、これ飲みてるから。全然飲めんだろ。これは、お前全然美味しいよ。どれさんが飲まないと。味わってみて、マジすごいから。お酒の革命感。もう多分。でも、それでも、もう多分ないかもしれない。ちょっとね、ちょっとね。ほらー、ほらー、すごいでしょ。すごいっしょ、これもうないかもしれない。これ俺が、これ俺だ。全然飲める。じゃあ、これ混ぜ、本当に焼けたい場調子こいたら混ぜたらもう大丈夫。全部飲みきれる。ドラさんね、みんな楽しみにしてる。まずいわ、いつの放送。まあちょっとね、味はまずいけど、味は全部現役です。元気だし、すごい。アルコールの塊だし、お酒、乾燥あったかね。そういうのに言える。俺は老人ね。お前らは全然喋るよ。振ってくれれば。今日で肝硬変になる。肝硬変になるレベルの。ちなみにちょっと僕も飲んで。飲んだことない。どうしたら飲めで。飲んだことない酒を。親の子ではない。うわ、まず誰が来た。女はね、それ混ざってる状態飲んでみたい。ちょっと混ざってたら大したことない。大したことないですか？混ざったらこういう綺麗な。もう行っちゃうしかないか。一気で飲める。ただひたすらまずい。あ、まずい。混ざっちゃうじゃん。これは酔えるね、さすがに。鼻つまで飲めばいいんだよ。これは酔える。鼻に息が抜けるから甘い。まずいんじゃない。じゃあ、やっちゃおう、やっちゃおう。おとなしく。スピリタス。スピリタスは96度ぐらい。俺らしかねえんだよ。これが行こう。せーの。渡る前の人間。やば。ああ。鼻に息を抜くな、鼻に。あ、これやばいね。俺は俺で。小さいな。あ、でもちょっとコーティングしてくれる。マヨネーズが治った。マヨネーズでちょっと治った。マヨネーズ、もうね、混ぜちゃって、スピリタスと他の混ぜたから、ちょっと、粘膜つくから、スピリタスだけじゃないから、でも多分40度以上あると思う。あるある。マヨネーズ飲むと酔いが冷める。おい、けんね、これ。体に悪そう。これだったら酔える。いい感じに。これでようやく。カクテルだとちょっと悪酔いするけど、これだと気持ちよく酔える。これぐらいのものが出ないと、そうだね。深夜茶弱さ。酔えないね、これぐらいじゃないと。これぐらいじゃないと酔えないわ。飲んだ後にマヨネーズ飲むなら大丈夫だよ。おじいさん、お願いよ。これ？美味しそうです。やっぱ弱いな、こいつな。もうすぐ、たぶんもうすぐ、こうなる。ああ、負けか、じゃあ、もう。俺、飲めるからね。あ、あ、40度以上ある。48とかだと思う。エビゾンこれ。エビゾン飲めるから。絶対もう来ねえだろ。絶対もう来ねえだろ。俺、いくら飲んでも絶対大丈夫だから。酔っちゃう。いくら飲んでも絶対大丈夫。ダメじゃん。あんだけマシンガンだったら酔ってなかった証拠なんだよ。あ、市川さんフォローありがとう。フォローありがとうございます。ぜひ初見さんフォローしてってください。
今月末沖縄行くんで、あと明日はね関慎吾さんとのコラボがあるんですよ。はい、よせいさんとコラボで、まあ、埼玉の支部の方、明日はよせいさんと関慎吾さんとコラボ。北も俺嫌い、俺も嫌い。もし明日のコラボ見てくれる人は吉江さんとの、慎吾さんとの見てください。フォローよろしくお願いします。酔いつぶしたいな。やだー、なんか。すげえ喧嘩売ってくるんだもん。やだよ。光くんいるよ。すいません。もう一回無理か。ネットの王子様電気係いらっしゃい。もうちょっと緩めの。なんか30分かかる。そう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 。ボッカベースね。フォローありがとう。フォローありがとう。風船10個ありがとう。アイテムありがとうね。女の子っぽい格好してる。女っぽいかな。おしっこがね、止まんなくなっちゃうね、飲むとな。入ってんのお前。一回もこの間入っときよ。俺は参加しろ、参加しろ。俺はね、びっくりしてると思う。なんで配信者いて。一回も配信者いて。ポーズやからね、この人。ポスケで絡む、じゃあ俺リスペクトしても。なんでポスケでリスペクト？頭上がらない。なんで？あ、そうか、ポスケ仲悪いのか。仲悪くない。ポスケなんで仲悪いの？仲悪くない。どこが嫌いなの？そうした。どこそこだって。俺は沈んでくるな。なんか入ってきちゃう。ポスケだ。若いしろよ。これはちょっと言うやん。いや、若いしろって言うやん。そういうわけじゃん。あ、ありがとうございます。フォローありがとう。フォローありがとう。ほんとめんどくせぇ。嫌いなんだね。こんな感じなの？配信回ってるの。めんどくせぇ。こんな感じなの？俺は、お前は嫌だよ。いや、違う、もう投げていいよ。はい、サポナスでしたね。ポンプ投げていいよ。お前の方が嫌いだから。あ、俺の方が嫌いなの。あ、俺の方が嫌いで喋ってくれるじゃん。俺ヒカルと喋るやつ。ヒカルとバトルやつ。喋れねえけど、こっちは、教えと、なんか、ちょっと想像がつかなかった。恥ずかしい。僕もどう思っていいのか。和道っていうのは分かんない。恥ずかしい。他の配信者の。あ、飲めないんだよ。いや、息子みたいだよ。謝ってくれんだよ。とりあえず手土産を持っていこうと思って。これ奇数でしょ、デフォ。じゃあ、山下さんが教えてくれるから。わかりました。俺はするよ。ヒカル君の分もお願いします。教え。あ、うち好きだよ。あ、ユーズ一気みたいな。新野町、ポンスケ、ヒカルの分お願いします。賛成します？ちょ、トイレ行くね。トイレ行くね。おしっこ行きたい。トイレ、ヒカルは、こっち来い、こっち、マジで。でも、本当になんか、神会を書こうとかじゃなくて、本当に挨拶するっていう。喋りにくいから、はい。本当に4年間、名前も覚えて、覚えてもらえなくて、ようやく、あれなんで、ご挨拶に行く感覚で行こうと思ったら、コラボっていう。ファンから、両方の、あ、そうなの？いけいけいけ。やっぱ、ニコ生からの人は、ちょっと、考えがあるんだろうね。いや、ありますね。やっぱり同い年で、野田ゾーリー、関慎吾、川野隆起、なんかすごい多いんですよ、大手名前。当たり年なんだ。当たり年で。で、一個上は香川さんとか鮫島さんとか柴田とかなんですよ。花火ありがとう。ありがとうございます。あ、谷川さんなんだ。谷川さんよろしくお願いします。ドーン！なんかね、ずっとその、大手になれないって言われてたし、中堅って言われてたし、名前も覚えてもらえなかったから、やっと会えるっていう。セクシー後にやっと会える。それや、その止まり。いや、止まらない、止まらない。これ、日帰りできるの？全然全然、歩いてもいいし、なんか、満喫でもいいって。バーターさん、ありがとう。ガリさん、こんばんは。ガリさん、こんばんは。面白いよね。ただでさえちょっとね。トイレ行ってくるわ。飲めるけどね。飲めるけど、いいよね。あ、ね。名古屋の。お待たせしました。これ誰？うわ、これ。でも、あのあれね。
アルコールが不明です、これは。いや、これ本当クソまずいです。これ深夜っちゃう。他は他の人は飲んだけどやばいっけ。他の人も飲みますか。一回飲んでいただいたら。だからここの3人が今対決する。俺この間これ飲んだんです、罰ゲームで。5杯ぐらい。これ全員やる。これやばい。同じやつじゃない。これででもゲロ吐いたら。完全に通れば。じゃあ深夜庁はそんなにヤバじゃない。エビゾー、エビゾー。これだから他の本当に聞かれたポーズけど、飲んでいただいて。光れ物3人。光れ物。ぶっ壊れた。これやばいっすね。クロスこれ。ねえ、いいよね。ケイブンにもらったやつ。ヤマト君これ。マジか。あ、違うやつがもう3種類ありますから。続いて。これ同じやつ。はい。同じやつ。本当同じやつ。違うやつがあるから、また。同じやつじゃないですか。一番最初の方がまだ優しいからいい。これでも酔っ払いたいんで、強いのができて。まだ足りねえな、これが。さして。アトラーいらっしゃい。ああ、フォローありがとう、フォローありがとう。これヤマト君。ゆりちゃんフォローありがとうね。これはちょっとやばいよ。これでゲロってますから。おい、すかんさい。どうもどうも。負けちゃった、ごめんな。エセ。これはいける。いけるんだ。すげえ。ええー。これ一人で飲める。いけるんだ。いやいや、たまにいるんだよ、こんなやつが。嘘でしょ。フォローありがとう、ガリさん。全然アルコールないね。これね、スピリタスと渋茶だから。そうなんです。これあったら100杯ぐらい。100杯以上飲める。100杯飲める。ヤマト君、今のレベルで100杯くらいいけるって。わかりました。全然わかんない。レベル試合行こう。今のはだめ、寿司屋のでもあの焼酎はよくない、マジで。これリスナーさんから昨日いただいたの、ケイブンさんからあれはあの寿司屋セイロプレゼント、そろそろ寿司屋セイロ、俺だけ飲んだんだけど、必要じゃない。いや待って、ポンスケで光飲んでないけど、待って新しいのを作ってくれる。パウスケとヒカルも同じやつ買ってよ。でもやっちょくに飲ませるってことは実はお茶だけだったからですね。いや全然今のは酔えない。じゃあ俺が次来たお酒をレベル2、はい、レベル2行こうぜ。なにヒカルとパウスケ飲まない。違う、だって100杯飲める。100杯飲めるけど俺の孤独な戦いになるから。今日はそうこそ飲み、あ、これきついの。まあでも全然いける。本当か。辛い。辛い。あの小さいとかいないけど。アルコールと飲んだアルコールと同じものを水を飲むと。あ、そうなんだ。でもだってやっちゃくん飲んでるから2リットル以上だから。ダメ。2リットル以上だから。ごめんなさい皆さん。そろそろ僕放送終わりにします。それも早く家に帰って寝ます。皆さんたくさんフォローありがとうございました。アイテムもたくさんありがとう、みんなこれからもよろしくお願いします。また会いましょう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。